大盛り、大盛り上がりチーム、誰か受付来てください。大盛り上がりチーム、大盛り上がりチーム、誰か受付来てくださいね。クロスハッチ大事だと思います。スタート、ワンピット、ツーピット、スタートを押してください。同時にそれさあ、なかなかマニアックな画面が放送で映っております。基盤を持っている方なら割とおなじみかもしれませんが。会場の皆様に申し上げます。全体的にちょっと押し気味なオーラが出ておりますので、皆様珍しい声のご協力よろしくお願いいたします。はい、運営の方も頑張っておりますが、プレイヤーの皆さんにもご協力をお願いいたします。男バイソン対軍勢さん、軍勢いきなり切ってきた。はい、これあ、まあ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 野口くん以外はいけるもんね。いけるという考え方ですかね。早くとりあえず野口を引っ張り出したいと。これ軍手さん、犬がでかいな。逆に言えばここで軍手が負けることがあれば、百裂闇鳳は大ピンチという、ね、大ピンチですね、話になりますが、さあしかしバイソン戦は超絶やってる順位です。めちゃくちゃうまいですね。やっちまったか。しかしまだ中央なのでヘッドを出しても、これはスクリーンが入る。ダメだね。これはダメですね。さあ、ダムラリに下を合わせていく。おー、ドッシュアッパー。なんかごまかした。全部当たった。さあ、多少パスクリーンうまい。これはどうだ。もう余裕がない。ああ終わった。ジャンプがドンピシャ。さあ、ここで誰を出すかということですが、どうなんすか。いやでも、まあ、もうこれ店長という出しちゃっていいんじゃないですか。バルログかどっちかぐらいしかないよね。店長もきついか。さあ、ということで野口くん早々登場。さあ、これはこう、なんていうんですかね、かなり寒いプレーをするしかないんですよね。バルログやんないと勝てないと。バルログも逆になんか普通にやったらダブルに勝って死ぬので、あ、寒いプレーをするしかない。かどうかは結構重要なことですが、それ以外は本当に寒くいかないとダメですね。さあ、ゼロドットはきつい、さすがに。いや、しかしやっていく。1回決まったけど、もうこれだよね。これがあるもんね。これがあるもんね。あれはしゃがみジャブで透かせるんだっけ、よくわかんないけど、なんかそんぐらいしかやるもんないはず。さあ、カメラ近いぞ。あー、登りジャンプ中盤が、ダブラリ。あ、いいじゃん。ダブルチェパー1。表。あー、うまい。あー、マジかよ。死ぬ。ここで、まだしかし、これは削りきれない。まあ、軍勢も仕事はしたか。さあ、ここでクスモンドでしょう、多分。クスモンドさんでしょうね。さあ、クスモンド対野口、過去さまざまな場面で対戦が行われてきました。そうですね。さあ、クスモンドが勝てば百裂闇鳳は
命がつながるといった感じ。逆にレッドアリーマン勝てばかなり勝利が近づく。そうですね、このままバルトでいっちゃいそうなまでありますよね。さあ、おっとスライディングはミスったが、しかし体力はバルロンがリードして前も離れている。まあ、バルロン逃げ切りも見える。そうですね、バルロン側からすれば悪くはない展開、うん、ただスパコンがあるので今日はやりづらい。やりづらいが、やりづらいがなんと自分から行った。まあ今100列が見えたんでね、行ってもいいと判断したかもしれません。持続してるかどうかが重要なんですが、ワンチャン、あの100列隙に刺さったかもしれないです。あー、ありますね、さあ、手が出しづらい状況。あー、これ危ない。あー、噛み合って、ひょう2回目。ここは無理はできない、刻んで距離を取る。しっかりと今日から地上技がつながってたので、ホンダが悪すぎはありません。あっ、おっと、カラジャーの一応、カラガムシタが、これがね、テラが離れるのよ。おお、百列が急に。これは、クーパー行く。どうしようもない。どうしようもない。ですよね。さあ、横綱、魂の逆転。気合いの大百列連打。ジャンプ強盤で落ちる。お、振り向き頭突き、コンパン。あー、百角当たる。あー、だいぶリードしたぞ。しかしバルログはいつスパコンが来るかわからない。しかしホンダもゲージが溜まったのだ。あっ、いろいろあって掴んでいるのがホンダ。頭突き、これは終わったか。からの逆列。さあ、これで一気に分からなくなった。そして店長が出てくるのかな。ですかね、この店長が加藤さんのどっちかでしょう。店長が出てくれば X マニア7と全く同じ流れ。確かに。ただし出てくるのは加藤自身。さあ、加藤 DJ。 さあ、削って削って、加藤 DJ もエアスラを打って削っていく。さあ、相打ち。 DJ がリードですが、おっと、歩いていくが、しゃがみ中パン。ここはジャック待ち。さあ、開幕はバックジャンプしてエアソラモードに入ります。出したい。立ち襲撃。あとバックジャンプしちゃう。これは何かのミスでしょう。しゃがみショーパンで頭突き止める。非常にうまい。エアスラ、エアスラ。おっと、スコイが、あれが、これはバックジャンプして DJ が勝っている。スラタイク、あー、めくりにいかない。どうだった。あー、やったか、ジャック待ち。最後前飛びしましたね。まあ自品なんでね、行くしかないのかな。百列削りを見たかの読みの読みだったか。まあそうですね、
って感じですかね。百列読み通常技安田読みの前飛びみたいな。さあ、あとは仕事はするのはお前らだの状態。まあ、DJ ベガ龍でガイル龍ガイルなんで、まあ、全然どっちもいけるって感じですね。どっちもいける。さあリードは加藤 DJ だが、これでほぼゴム。また2人ビードを広げる。大工勝利。加藤健ガードしっぱなしだ。おお、ここはよく見てた。飛んでいく。昇竜拳。さあ丁寧に波動打ってますね。しかし飛びがここで入る。丁寧に波動打てばね、その最悪対空できなくてもいいみたいな波動でいいんですけど、真空で削って、あー出る。おっと暗い投げ、殺した。どうだ。さあスライディングはガードして、パッコンさえもらわなきゃなんとかなりそうだった。あっと、ああさすがにですね、かなりごまかすしかない DJ。 今ジャックからのスパコン、スリーパコンだったかな。さあ DJ は先手を取りたい。だいぶリードした。もういかないか。70カウントなので悩みどこですね。真空たまる前に行くか。ガード。さあ龍はもう一回貯めようというプランですね。上り入れた相打ち。あーっと、あー痛い。これは痛い。めちゃくちゃ痛い。だし当てたがまだゲージは相打ち。苦しい苦しい。安田がヒット。さあ残すはパーオートガイルとテッペガイル、まあ、これはまずガイルでいきたいですね。あの DJ はまず倒したいですね。これは色的にパーオートさんで、パーオートさんが先かな。多分そうですよね、戦法的にも。若松さん、これ多分鉄平さんじゃなくてパーオートさんだと思います。多分パーオートガイルだと思います、ワンピー側は。あー、スライディング食らった。これは痛い。これはあと DJ が待てる。あと上から行くが投げ返している。時間がない。おお、ジャックを出す。ジャックが無駄に当たる。まあ、投げ食らってももう一回読み合いあるよと。飛んでリード取ったの加藤 DJ。あら危ない。ひよってないが微妙な6ヒットだったが、結局めくるがヒット。あの次の表裏本当に鈍い位置なんでね、高めでも問題ないんで。
さあ大将てっぺ課せられたノルマは3人。ただまあ DJ ベガなんでいけるはいけるんですよね。いけるはいける全然いけるはいけるので、あー開幕これで痛いのよ、開幕ソニックってスライディングクラウト。いやー加藤さん伸び伸びきて伸び伸びしてますね、そこはやっぱり残ってる枚数の差が。友澤君もかなりガイセンうまいので割と安心してる面あるかもしれないですね。まあね、鉄平さんも紫とはだいぶやってるとは思うんですが、そこまでたどり着けるかどうか、はいはいはい、まずはこの加藤 DJ を。ただ対空マシンガン、サーバー出す早い。やっさ、これはあースパコン出していく。まああれガードするしかないですからね。あれジャックの隙って結構難しくて、だからまあ投げかパンチ一発かになっちゃうんですよね。ダイヤシとかどうですかね。まあ当たってもなか。ダイヤシがいけるならダイヤシがいきたいですよね。これはジャックマッチ、よくガードしたか。厳しい、体力半分取られた。あ、待っている、リズムが噛み合いまくり。投げ投げ投げに行けたがジャックで待っている。勝ったのはレッドアリーマ、レッドアリーマの勝利。じゃあ B はガムジャッパとレッドアリーマですね。レッドアリーマかな、はい、ごめんなさい、終わったチームはですね、もう大変申し訳ないんですが一時退出をお願いいたします。入れ替えにご協力お願いします、入れ替えにご協力お願いいたします。 B ブロックのチームははけてください。 B ブロックのチームは、はい、ごめんなさい。さあ、配信台は老人会と龍が如く、はい、龍の如くと老人会一番兄弟 で、老人会2023と龍の如く X、一番兄弟でお願いします。さあ C ブロックは強豪が目白押し、やばすぎる、やばすぎます、やばすぎる。まず左上にプロジェクト X、ムテガイル、小高商店がいる、ナカムーブランカ、アラホンダ、クロワッサンバイソン。そして左下には輪掛け×5決戦、紫ベガ、フジモン DJ、 読み合い通り竜、ハジ DJ、 マキリケン。右上には龍が如く X、 A4 ブランカ、ケンシロウ、バイソン、後藤龍、オペマイ、バルログ、4代目サガット。そして右下にはブレイキングダウン、黒岩、ホンダ、玉城、バイソン、博士、ダルシム、ゴエモン、フェイロン、川勝、バイソンとなっております。さあ、どの対戦も目白押しなので、配信ちょっとね、配信に映さなかった方の試合が気になる方は後々アップされる、動画をですねお待ちください。さあ老人会、まずはセローテープが先陣を切って切り込んでいきますが、4代目で残技戦うまいのよ。さあ大足は一発に空振ると差し返した。さあそして対空は出るというところで、4代目は、ね、体育が本当すごいですね。バルログですら結構落とすからな。バイソンとかも落とすし。さあしかし、あ、うお、今の出る。そしてこのジェノサイド削りね、今
今セロ様の渾身の飛びだったと思うんですけど振り絞ったが、さあ老人会は次誰出す、サガットに誰出すか迷わなきゃいけない。なぜなら、まあ、このメンツ的にはガイルだと思うんですけど、そうですね、まあ、ベガだな、ベガかガイル、ベガかガイル、オヌッチョが出てきましたね。まあ、リュウでもいいな。さあ、うわ、最後チュー当てましたね。最後はなんか色々使い出がある技っぽいですね。さあ、しかし離れて4台目のペースになったか。差し返パン、差し返し、 8K の戻りを差し返しましたよ。だからあれやんないとね、きついですよ、下がって。ただまあ、タッチ K はね、チュート台があるので、いや、そうなんですよね、分かりづらいんですが、ちゃんとやって、上は出る、バカが出る。まあ、あの台の方はだから見てからできて、まあ、チューの方もたまに噛み合わせないと永久にチュー振られちゃうんですよ、ね、なるほど、うん、なんで、まあ、中の方は見たからじゃなくて読みで、うん、読みで出してっていうところですね。でそうすればちょっとタッチキック控えてくれるかもしれないので、それで下が打てるという流れになりますね。さあ、重なってなかったので最後で逃げたが、打っていく、あ、バカ打っていく。今のはオヌチョもびっくりしたんじゃないですか。あー、これはアルタ、やっちゃダメなやつ、一気にきつくなった。一回画面端を逃げる。さあ、4代目焦らない、立ち中キック。さあ、 YUU か、ね、まあ、ガイルで行きたいですね。ユウさん出ました。 このカード、おお、まあ、立ち台パンスタート、フラケン出る、バカ。このカード、ガイルはサガットを端に追い込みたいんですが、今は真逆の展開。さあ、ずらしアパカ、あー、チチューキック、きつい。あ、出ない、珍しい、これ難しい。まあ、あまりに予想してない飛びだったがあと、まあ、立ってるとどうしてもね出づらいですよ。さあ、しかしこれは、おー、投げる、YUU が完璧なゲームメイクを見せる。一旦先手取られたら本当下がっときついですね。そうなんですよね、ジャクソンに一回ガードさせてっていう形にするとガイルはかなり勝ちやすくなります。つまり一度も立ち回りで間違えられないキャラがエックスサガットなんですが、間違えていない4代目、立ち台パーン、寄っている。まあ、エソバットの好きにしてたいが、さあ、残すはピョン吉竜と TMF ザンギの2体、これきついな。ダイヤ対空してるが、どうだ、確かにピョンキスさんももっとサガット使いだった気がしますが、そうですね、いろんなキャラ使いますからね、使いますね。真空はガード、まあ、リュウサガット残儀が多いという、あーっと食らっちゃったら痛い。しかし
ヨンキチセンスで言えばかなりの、はい、ああなんでなんだあのコパネンダはさあ、2位まさかの2位いやこれあとね一応ゼロサイド削りきれないだったんで、まあそうですね、あの時間がないのも相まって、上タイガーでピオリコンボ、めちゃくちゃ減った、どうすんだこれ、タッチダイパンもう無理、見てからジェノサイド見てからジェノサイド、さあ TMF残儀で5体抜かなければいけない、残儀で5体きちい、地獄のような状況、マジできちい、まだマシな方ですからね、これ、しかし、頑張っている、あー、リバ投げ投げ返し、しかし、おお、飛びが通る、確かにチューブは比較的残儀は少ないか、なるほど、さあ、うわ、アパッカー、アパッカー、ダイヤシダブライ出ない、タッチ中継、これは狙った打ちですが、さあ、差し込む、うまい、うまいぞ、どうだ、さあ、ダイヤシ刺さっている、さあ、削りも、あー、上り蹴り、今のうめえな、ちゃんと見ている、まあ残機の生え出しもあるんでね、あーそうですよね、勝負するの怖いんですけど、自分を信じております4代目、あーステイパン、あーっとミスった、踏み込み足払い、うまい、足払い、あーっと出ない、ダブライン出ないのきつい、さあ、あーこれはもう絶望的、削りがもうどうすんだこれ、ゼロサイドが、あさあ勝ったのは龍が如く5盾5-0です、多分レンスプロジェクト X とリンカケが隣でやってるんですかね、多分多分連戦でブレイキングダウンとですか、ああ、ため回しか、ブレイキングダウンとため回し、終わった、終わっている、終わっているそうなので、龍が如くとブレイキングダウンですか、そうなるとなんか終わってるらしいです、で2番は多分プロジェクト X とリンカゲもうやってるんじゃない、やってないのかな、やってますね、やっぱり龍が如くとブさあここはもう事前におそらくここと当たるだろうというのはお互い間違いなく想定してきているでしょうの、先方はどういう読み合いになるのか、さあじゃんけんは済んだっぽいかな、はい、さあ先方戦はどうなっている、4代目対川勝ですか、まあやっぱサガットはどうしてもきついんで出しとこうという話ですかね、4代いくら4代目とはいえ、
おっと、あ、上から行った。上はしかし出るよ、4代目。さあ、通り一遍のやり方では4代目には勝てませんということで、まずは4代目が1本取っていく。立ちジャブ、さあ、立ち台形をキャンセルして下体が大ヘッド。さあ、強気に埋めていく川勝バイソン。さあ、上はちゃんと相打ち取って歩きつかみ、中足埋めて打っていく。さあ、シャガパン連打するが、さあ、相打ち取って、あとはこの前、そうですね、この前になるともうバイソン、通常は怖くて下がっと下体が打てません。さあ、しかし歩いて投げに行こうとした。ヘッド、リバ投げ、投げて、どうだ、上出ない、下、上出る。さあ、ここで小右衛門ですか、おそらく小右衛門ですね。上タイガー、あ、抜けてくる、裏切りのレッグ。もちろん読まれていえばアパカの餌食ですが、通ればこのリターン。さあ、じわじわサガットが画面端、今度は許さんよと、何回甘えとんねんというアパカット。見てから出す。さあ、これは削りで終わりですね。さあ、4代目パイロット性能の高さを遺憾なく見せつけております。あー、これはいった、半分ない。うっさ、差し込んでいく。うー、出ない、出ない、お、生劣化。さあ、生劣化にはさすがの4代目もアパカが出なかった。あれ、ヘイロ下がって返せないのよ、あれ。そうですねマジで返せないのよさあ、出てきたのはオペマイバルログ。これね、小山結構ネタ持ってるんでね、まあなんかね、うん、そういうごちゃればワンチャンあるんでしょうけど、ごちゃればワンチャンって感じで、本人もバルログ終わってますけど、まあ、ネタはありますみたいな感じで言ってるんで。さあ、蹴り投げ、これですね。あー、しかもガードしてる東、その頃ネタも用意しちゃった。さあ、これがきつい、ガードした。まあ半体力はほぼ5分。おっと、なぜか前に行ったところにちゃんとシーンが置いてある。オペマイ行く、行かなくていいところで来られるとね、また対応に困るんですけど、ね、止めた止めた、しゃがみダイパン。なるほど、ゴエモンが勝っている。一覧の目、しゃがみダイパン。さあ、爪強マジか、マジか、マジか一方勝ちした。しかし、見てからシーン、テイラー打っていく、テイラー打つ。
さあとりあえずゲージを貯めて、さあ隣もね、隣も優勝候補、試合してると思いますが、隣も優勝候補同士なので、すげえ盛り上がってます。オペ前が取り返す。まあ、フェイローは何かと面倒なんでね、いやとにかくオペ前これは倒しときたいところでしょう、うん。しかもやっぱ関東のフェイロン、あんまね、中部と関西にはいない感じなので。さあ、見てから振り向いて支援を出して。受け身がないぞ。投げて、投げ返す。投げ頑張る。投げ返す。まあ、表裏分からんのなら投げればいいじゃないと。さあ体力追いつ、しゃがない、しゃがない、減った、あっどうだこれ、シーンがガード間に合う、ガード間に合 う、ジャンプ早いこのキャラ。さあほぼほぼどうだこれ、行くのかまだオペマイ地上から、シーンが冷静だった、冷静、これもこれは悔しそう。まあね、普通は重ねないけど裏の裏でっていうのもあるしっていう、いやそうなんですよね、うん、どっちかって感じでしたよね今ね。さあ出てくるのは玉島バイソン、バルログ戦は二十何年やっているこの男ただこれ玉島さんが出てきちゃったとちょっとなんかあれですよね、自信が、おーおーおーなんおお、いやこういうね何か自信があって出てきたんじゃないかなって思ったんですよ今。まあまあまあ、まあ、対策っぽいものは見えれるかもしれない。玉島さんね、自信があるというかね、これなんかでやってきてるからね練習してんのよ実はこの人。まあネタに対する収集、まあね、あの考えるのはたまちゃん本当頑張ってますよね。そうなんですよ、実は、ね、結構練習しますね。さあ下が刺さって掴む、あ投げ返す、こっちも気合い、ダッパ上見えてる、テラ立ち手なかった、そういえばこのキャラ、さどうだそういえばこわかんない、あ最後は投げ返した、一度とガードできてた、やってんだよ、ちょっとフローとして高めのやつやったから投げかくったっぽいっすね、そしてケンシロウか、同キャラ、同キャラマジで、まあ、同キャラはね、まあ、タマちゃん得意ではあるんですが、言うて同キャラだろうと。さあヘッド投げる、さあ下はガードしている、あいちゃうし、おお見てる、やっぱ見てる、これはさあヘッド出ない、強いタマちゃん強いよこれ、さあシャガチュー、さあことごとく振る技が当たっている、噛み合っている、あーダッパ、ね、うまく5番中村、さあ厳しい、下段を混ぜて、これは削り切り、削り切んない、さあ残すは後藤龍と A4 ブランカー、まあ後藤くんが出ざるを得まいといったところですが、いやわかんねえぞいやいかに A4 といえどバイソンはいかねえか、さすがにきついと思うんだけどな、わかんねえと、でもさ、ホンダ残ってるから、あでもどっちがいいかわかんないね、まあでもタマちゃんを倒さないと未来は、まあ先使っとく、いやまあ勝ち目あるなら行くはあるけど、いやでもダルシムもいるしなさすがに悩む、ね、悩んでいますが、出てくるのは出るのか A4、 さあどうなってる、こちらからよく見えませんが、よく見えませんが、完成していたのか A4 シリーズラウンド1
さあ、A4 対玉島。さあ、押されている玉島。おもむろに上から行く A4。おもむろなんだよね、ここ本当に。あー、体育ミスった。なぜか通っている体育ミスった内野手。おかしくなっちゃった。あー、中橋ローリング。まあね、あの体力になったら内外ですからね。まあそれが渡るのは分かるんだけど、A4 っぽい。なぜか上が通るという。ビヨールで暴れている。ちょっとすげえ試合だね、これも。あっ、分からんよこれ。あ、ナイスガード。あー、バックジャンプ。ショーロリカの裏回りはね、結構危ないんですが。さあ、たまちゃんしっかりいけるか。さあ、下尾は削りモードになったぞ。上へ出てる。さあ、暴れを許さない、つない。おー、うまい。ちゃんとつないでいる玉島。やだった。なるほど、ガンパつかみ。これは終わりですね。ちょっとすごいぞ、今日の玉島さんは。いやー、ちゃんとしてましたね。今日はすごい。今日はって言い方あるかもしれないけど。まあ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 。だいたいね、あの、見入られたかのように、あの、A4 に通るはずもないものを搭載で負けるパターンが多いんですが、ちょっと今日の切れ味やばいよ。冷静に見るとね、この4強といえる C ブロックの中でもこのチームは多分頭一つ抜けているとは思うんですが、さあ、後藤龍チームでバイソン戦をやってるでしょうが、あー、半飛び早い。うお、さあ、半飛びできている。よと投げ返している。さあ、玉島できなかった。玉島できなかった。できなかったですね。確かに、確かに。おお、見てから、見てからっぽいね、今の見てからっぽい。多分コマンドだけ入れといたやつでしょ。投げる。さあ、これは完全に龍の勝ちパターン。勝利強いよ。投げシンクでええやん。確かに、確かに、確かに真空でいい。真空でええやん。むしろ中足波動でええやん。投げって。ということでね、A4 取っとけばよかったんじゃないか説があるんですが、博士がさ、博士がね、やっぱ博士がいるからね。ただ後藤くんはね、ダルシム戦、まあどうなんでしょう。結構俺はうまいと思ってるんですが。最近やってますかね、どうでしょうね、その辺です。うん、また後藤君人読み入れる方なんで、博士との対戦経験があるかどうかっていうところだと思うんですが、まあ当然博士。まあ博士の仕上がり具合がどうかというところもありますけど、ね、完全にあの週1ではやってるんですけど、週1プレイヤーなので。さあ、まあ見てから間に合わない。後藤くんもちょっとどう。まあまあここは削って、まずは削って、体力リードどうする。踏み込み、勝利。もうさあ、1ドット。通常技は何も食らえない。波動拳を打つ。昇龍、昇龍、昇龍か、昇龍に、まあ、第5スから真空みたいな狙いたくなるシチュエーションなんですが、後藤の狙いは昇龍でした。しかし、さあ投げて、まあ受け身。あー、インフェルノ。まだ安い。2と。これはワンチャン残ってる体力差ですが、チンクー、だん、中国戦見えない。投げる、投げて、
さあピオっちゃいそうなので、とりあえず一旦おとなしくして竜巻、これ落とす、引き中継うまい、あー強気掴む、あーこの掴みはさきつい、昇竜ゲージがまだ溜まらない、昇竜マジか、投げてまだどうだ、竜巻なーい、マジで後藤竜、後藤あの竜巻打てる、もう超先読みです、竜巻が、いやあの竜巻マジでやばい、えれえタイミングで打ったぞ、他のいろんな削りちらつく中ファイヤー1点読みの竜巻、いやすごい、さあしかしまだ終わったわけではない、黒いワンが残っている、さあそしてチューブはホンダはあんまりいない、いないのと多分百裂の癖とかがねちょっと違うと思うので、あーしかし波動体育、どうだ、後藤君も慎重になっているでしょう、真空が溜まって、ここまで来たらもう逆に負けられないという思いにならない、昇竜しっかり待ってる、ここは使って画面を押して、波動で押し返して、いやー打つ、さあやはりチューブチームといえば後藤が大将でやってきております、大空勝利出なかった、このまま見せない、お互い1回ずつ幸運に助けられて大ゴス大勝利、これは確定、さあ後藤ペース、空振ったが、空振ったがきついか、うっ、炸裂、真空も立った、もうダウンしたら死んでしまう、ホンダはしゃがっちゅーしゃがっちゅー、これはこれはバンジーキュース、後藤お仕事、いや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 、マジか、予選の試合じゃないですよこれマジかこれこれマジか、すげえな、あ、リンカケが勝ったっぽいですね。ってことは下でムテガイルとタマちゃんが潰し合うという展開になってるってことですね。厳しいな、厳しいしか言えねえ。そしてここと、ここが、ま、負けた方がさらに下に落ちるという、いやいやもう地獄のようななんじゃこりゃ。まあ、リンカゲね、DJ2 体が非常に強力。だこれもやっぱりね、後藤くんがどこまで頑張れるかがだいぶ重要っぽい。まあ、これもそうっすね。全体的に龍がいける組み合わせなので。さてさてさて鍵貸してください、ありがとうございました、また、はい、いい、とんでもない、また行くことあればよろしくお願いします、
イドはあのオーレンライドを感じてあれおしあれをずっとさあ、結構大きくなってるけど先方戦はケンシロウ対読み合い堂ということで普段浜松でやってる組み合わせですよ。これあちいな。はい、じゃあスタートオッケーです。1番始めてください。いや、輪掛け竜最初に使ってきましたね。竜用に竜は取っときたいかと思いきや剣で来るかなと思ったんですが、アキリさんではなく読み合い堂で来たと。読み合い堂くんはこういうね、割とその対玉なし的なキャラの方が得意っぽいので、バルログ戦とかはうまいと聞いてますね、うん、さあ、あっとめくりは当たらなかったから投げている。当たりかケンシロウバイソン。バイソン、さあ様子見している。龍のゲージも立って、おー引いてから真空ドンピシャ、表からめくりを狙っていく。苦しい、これはゲージが溜まっちゃうが、ちょっともう一回真空、いや飲まれてますねケンシロウバイソン。ちょっと頑張ってほしい。昇竜拳ってやりたい放題。大ヘッド、あーっと仕込んでなかったが、これはさあもう開き直り始めましたね。こっちの方がバイソンはいい結果が出ることが割と多い気がするが、どうでしょう。おー前飛び、前ジャンプ、バイソンの前ジャンプは非常に低いのでちょっとね、落とすのは難しいですね。で一流クラスの竜使いでも毎回落ちるかと言われれば決してそうではないイメージ。あと、うん、チューパーからヘッド、チューパーをした。さあ好き放題やっている。これはやりたい放題。さあケンシロウ息を吹き返した。さあ2体いるんでまず間違いなく DJ のどっちかが出てくると思いますが、まあそうですよね、まあ、ベガの可能性はベガはバルロンか、バルロンもいるしね、サガットもいるし、うん、やっぱり DJ なんじゃないでしょうかと思いますが、まあ、ただ組めただこれ、まあ、ハジ DJ っぽいですね。竜が如くってこう大体 DJ に弱い。そうなんです、なんですよね、そうなんです、うん、だから後藤くんが超大事。しゃがみチューキック合わせていく、投げて、さあエアスラ、エアスラ、エアスラ、ここは一回距離取って、エアスラ、これは相手 OK のスライディング、打っちゃった、これは絶望的。あ投げ合い、投げ合って中盤、まあ、さあ開幕突っ込んでいった。さあジャック、ジャックで切って投げ返す、大足、さあ、からのハディ DJ もリバサマシンガンは出ていない。さあ、どうだ、スライディング合わせていく、高め、高すぎた。しゃがみチェック、合わせていく、下段を踏ませる。さあ、先ほどの投げが生きてますね。これは完全 DJ ペースになったが、うまい、短パン見てからすら苦しい。チューパーは暴れている。さあバックジャンプ、バックジャンプ、あー歩いて投げ、うまい。さあショーパン暴れている、ショーパン暴れは、ショーパンが強い。このゲーム今のショーパン暴れ、ちょっと人呼びというか、ショーパン暴れはね、バイソン戦非常に有効です。なんつうか咎める技がバイソンほとんどないんじゃないですかね。
さあここで後藤くんが出る。とにかくまず DJ1 体は倒しておきたいと。てかあの何ですかね、この遠征者がみんな来る大会も久しぶりですけど、あの関東で後藤さん最近見るとめちゃくちゃ強いの爆発的な活躍してるので、ちょっと最近の後藤さんやばいですね。強いよね。さあおっと当たった、シャガダイ、これは強気にいく。さあ歩いて画面を押しているだけで有利を作っているですね。で対空は見せている。スパコンもケアしている。これは対空勝利、完璧なゲームメイクですね。これ体力的には3分の1しか残ってませんが、内容的には完勝と言っていいんじゃないでしょうか。さあ強気に打ちつつたまに引くという感じで打ち合いをしています。さあどこかでと、あ、お疲れ様です。さあ飛ぶかどうか、ハジリリも我慢している。我慢してますね。めちゃくちゃ我慢している、ほぼ前ジャンプなし、削りだけでここまで来ているぞ。さあ台足、無茶はしないが台足を、さあ真空を黙って、真空わかんねえぞこれどうだ。おー、ジャックマジか、ここでジャック打つの、ジャックはやべえな。めちゃくちゃ読み合ってきた、めちゃくちゃ読み合ってきた。まあなんかやってくるだろうと、もうこの時間だな。投げる、さあ投げる、これは後藤くん、ダイヤスタイク、ダイヤシちょっとキャンセル波動はなかったが、飛び苦しい。あーしゃがみ中盤戦だ。これはでかい、この勝利はかなり輪掛けが、さあオペ前が出てきました。コスはオペマイと4台、ちょっとキャラ的に厳しくなってきましたかね。4台目これで勝ち。ただし DJ はバルノグ対策から再ヒットなので、おーっとスラキャンじゃかね、今最大取ってる、あー最大取ってる。今のこうスラキャンっぽいジャックとそのテラに最大ちょっとすごいですね。やはり関西系は技術がしっかりしている、バルドグ戦の対策が中部関西系かやってますよね。マシンガン、これも対策っぽいですね。画面端に行って痛い、しかし今スライフォンにダイパン打ったが、あーここはスパコンで掴んでいる。ちょっと今エアスラ誘われたっぽいな、なんか手癖っぽく打っちゃった。あれかな、あれちょっと今見てなかったけど、ひょっとしてバックジャンプからのスパコンだったかな、なんか最近特殊に余裕ができたとかって言ってちょっと見、ちょっと分かんなかったですけどね、早すぎて。そうだったかも、うん、そうだったかもしれない、うん、なんかバックジャンプしてからさあ、ね、しかし DJ が、ね、あーどこだ、さあスラを当てる、なーやっと危ない危ない危ない、あー砂が入る、あーさあこれは大きな勝利。残るが A4 と4代目、4代目キチーキチー、マジキチー。これまあさすがに4代目か、いやさすがに4代目ですね。いやこれね下がっとゲロキツよ。いや分かってるけど、ゲロキツ、ブランカと比べるとって話になるじゃん。ブランカと比べるとって話、ブランカと比べればね、ブランカと比べればまあ、これ青パンならね全然いけるんですけど、青パンならいけるんですよね。危ない、連打でバックジャンプで刺さるというダメだけ
ックやっていったが、ちょっとスパコンがあるので、あスラキャンソフト、あー出てしまう、あーっとなんだこれ、反撃がうまい苦しい、いやー厳しい、きつい、とにかくきついこのブロック抜けれるときに抜けとかないと大変な目に遭うんで、大変な目に遭いましたこれ、これ DJ のねゲージ溜まんのもやあれなんだよね、こう、まあ、打ってるけど別にパラしてもいいし、でね、この中途半端な間合いから下体が打つとね、スラキャンソバットもスラキャンソバットもありますね、やばいんだって、だからこっち打たなくなっちゃうんですよね、あー歩きすら、うまい、おー、タチタイパン、うまい、ずらしていった、どうだ、うわー、あー前飛んでる、いやー前飛びはさすがに読んでなかったな、前飛びは予想してなかったっぽいですね、いや飛んだ恥さんがめちゃくちゃ偉い、あれは前飛びは見てなかったな、これブランカ A4、 さあいくらなんでもきついですおお、おっと、なんだ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 なんかいろいろあるぞ、ネタっぽいぞ、なんだなんだネタっぽいぞ、冷静にバックジャンプショーパンしてった、おっと大パン潰していく、さあ安ら安ら、何やってもきつい、あっという間に体力が追いつかれてもいますが何やってもきつい、何やってもきついのよ、さあ特に行かないはず DJ さあランダムに技をボタンを押しているこれが止まるというね、大体おーしかし差し込めるんですが、おお、やりにいった、やりにいった、貫通した、やりにいった、行くしかねえ行くしかねえ、スパコ大爆大ローリング、あー投げ返し、結構止めづらいんですよね DJ、 確かに、はいはいはい、おあっと目が出ない、リバナゲ内返しもうまいよね、スライを刺していく、垂直よく受けた、あと当たっている、中足8ローリング、どうだ、1回取ってしゃがみ中キック、まあただまだもう1ラウンドある、さあ安田体育これが非常に痛い、おーっと爆発、スーカーブこれはミスってよ、ただまだ体力的にはさほど気にする段階ではない、さあ無理やりいった、中足中足ローリング、ちょっと最大取っていく、あーいやー先読みしてたんですが、バックジャンプ読んでるのにそんなもんは知らんという無情のジャンプショーパンさあこれで勝ち上がりはリンカー系、これが今のが勝者ブロック、そうですよね、竜が如くだから、そうだろうな、だ次敗者やっていく感じだ、はい、一番携帯は、試合始めるどこ呼びましょう、呼ぶなら呼びます、
プレイの丸にをやる。了解しました。立川ドリームファクトリー VS 港のホーク横浜横須賀、25と4ですね。集まってください。25と4です。25と4です。集まってください。立川ドリームファクトリー VS 港のホーク横浜横須賀、一番強化を配信が行います。今日は集まりください。はいはいはい。さあ配信台は D ブロックの1回戦に参ります。はい、立川ドリームファクトリーと、港のホーク横浜横須賀ということで、立川勢と横須賀勢ですね。さあ、先方はレイジンさんのガイルと原間さんのサガト。まあこれ立川と言いつつかなり混成チームといった感じでしょうかね。対して港のホーク横浜横須賀はかなり純正の横浜横須賀勢というところでしょう。さあソバットを当てて前に出れば非常にサガットはきついあれになるぞ。あっと前ジャンプして落とせなかった。立川にもホークいるんですね。なんでも虎彦騎士かな。ちょっとダブルがあるのできついといったところですね。さあソニックタイガージェットシンプルか、トラ飛行機まあちょっとどれかね、あれですか。さあめり込んだので確定が入ります。さあ中盤サバー、これはうまく決めている。
なんかレスラーの名前らしいですね。さあ2人抜いて龍の ZX さん、しゃがみ台車噛み合っていくがどうだ、まず前に出るガイル、中盤中盤ハードうまい、よく4ヒットつなげた、めくりからの4ヒットコンボ、飛んでいく足払いに中足、さあちょっと波動拳を出てない感じか、ソニックだけ、さあこれは相打ちになってしまう、おっと飛んだところにサマーと行きたかったところだが、これは見逃してしまった。さあ龍の ZX さんが勝って、さあブランカ出すわけにもいかないなので、フォークですかね。さあヤスケンさんは今日は S フォークで出てます。上から行く、さあ今度当たってムーンと一つ、さあ安全飛び込みからコパン、飛んでいくが、どうだ、一回掴むぞ、掴んで、さあ感想が、あっと、なんかしたがというところ、さあフェイロンで報復を倒したい、これなんですよね、さあ支援で燃やす、なんと烈空脚に勝利を出しても当たらないというですねどういうことなんだって言いたくなりますけど、さあジャンプショーパンから掴んでいく、これはスパコンを打って、しかし垂直になってしまった、リバサレックに関しては S フォークだと結構でも見てからしゃがみ強パンかバックジャンプで透かして着地の隙をね吸うとかがありますが、さあ劣化弦刺さる、レッグ2回目、レッグ2回目がいく、さあこれはガイルを出しますかね、猫丸さん、猫丸さんです、フェイロンにガイルはまあそこまで有利かっていうと最近厳しいなって感じなんですが、まあ有利は有利なので行きたいところ、さあしゃがんでくらってサマーレッグループには割と正しい対応なのかな、よくわかんないですけど、いやあれがね、最近フェイロンもなんかどの辺で当たって弱なのか中なのか強なのか、どの辺しゃがみくらいなのか立ちくらいなのかと判断してその後の行動を変えられるらしいんですよ。なるほど。だからね、リバス
私がやった時はクライサマーはあんまり効果的じゃなかったです。まあ、ちょっとね、細かい技の対策をしていくと話が尽きないので、あれですが。さあ、攻めをつないでいる。でも実際はね、こうやって実戦で返せる技が大事ですからね。さあ、レッグ投げて、これは反撃はないが、反撃がないところが離れてしまう。うん、中足、長め中キック。さあ最後はじゃあこれガイルなのかな、いわきガイルですね。いわきガイル対ネコマルガイル。昨日もね、ガイルチームの中で頑張ってくれました2人です。さあこれはソニック踏ませる。ソニック削って、さあソニック狙っのダイパンを多めに出していく感じ。さあこれはかなりいわきがいる、押してますね、ペースを握っている。裏剣も打っていく、あとめくったが、めくりが危ない。今のね、食らい投げしましたが、実はサマーがたまるので、あれはちょっと危ないかもしれない。危ないかもしれない、まあそうですね、食らってたんで、そのまま中盤サマー行きたかったかもしれないですね。ギリギリでジャンプショーケーをヒットガードさせれば着地サマーがたまっております。はいはいはい。さあリーバーズのスキー裏剣、これ非常にヒーアーなんですね。ラウンド目は逆にネコマルガイルが圧倒している。ソニックと相打ち。これは見てから打ってしまったが、近づいてきたの見てうまく中足ボタンを押している。スタムが刺さって体力が5分になる。どうだ、中盤の押し返し、ここで大足。さあこのダウンはでかい。裏剣、これはいいですね。リーバズーカーに裏剣が入りました。渚のオーク横浜横須賀。さあ、配信台次は何が来るかな。C のルーザーズファイナルが来た。できるならそっち優先します。そうですね、はい、まだやってるよね。じゃあ一旦次の方行きまして、ちょっと押し、これ一応正常体です。はい、大盛り上がり VS ノーモーションガウト、大盛り上がり VS ノーモーションガウト、配信台です。一番強度お願いします。6と1ですね。
同キャラやってください。猫丸、同キャラ好きなの。本当ですか。お願いします。はい、準備ができれば。あ、終わったんすか。はい、はい、じゃあ、配信ではですね、 D の、1回戦のところかな、大盛り上がりとチームノーモーション元祖、先方は、黒ザンギさんのザンギと奥村春さんのダルシムですね。黒ザンギさんはね、このノーノー B の師匠だということで、なるほど、今回大盛り上がりで組めていいんじゃないですかね。さあ画面端だぞ。あー、だけんだ、掴み返している。うまい、よく避けた。だが間に合うか。あー、掴み返す、投げ返しがうまい。さあ下がっていくダルシムですが、フレイム、フレイム、フレイム、おもむろにフレイム、ありかもしれない。さあインフェルノ、これは当たっている、当たってしまっている。大パンチ、ブレイクをバニムラで消すが、あっと、フレイム、フレイムなので消しきれない。なんとかしたいが、大足、大打ち、ヘッドキックが大打ち。ちょっとね、他の人たちが盛り上がりすぎてね、我々の声があんま通ってないっていう、ね、通ってないですね、確かに。まあ3兄弟やってるんでね、致し方ないかなという、ね、さあ、いきなり出てきた。ノーノー来ましたよ、ノーノー来ましたよ、ノーノー来ました。これはもうやるしかないって感じですね。さあ、ノーノーが開幕前飛びというやる気を見せております。ノーノーがやる気のあるラッシュ、前ジャンプ、前ジャンプ、ゲージが溜まればこっちのもん。さあゲージが立ってしまって、これは、ね、これは見てから、さすがにきつい間合いです。さあ、さあカンパーではめて、好き放題やっております。やっていく、大足、中ヘッドからの大足、最後はダッパ投げ、気持ちよくなってノーノービーが抜き返す。さあ、チュンリーはエイリンさんかな。そうですね、さあ空対空のジャンプショーキック、これは確定っぽい。さあ飛んでいく、飛んでいく、繋がってる、しゃがみくらいだったので、ね、はい、確認して全部大事にしましたね。さあテンションを出していく、さあヘッドで落としてめくりから大ストレート、さあ着地を掴んでいく。さあノーノー B に対してノーモーション矢野さんですね。さあむってノーモーション矢野さん来てくれましたが、来て早々にこのバイソン相手はちょっと厳しい。おっと、あー打っていくちょっと初心者殺し連携な気がしますが
ゲージを貯めまくって、ダイハイハイと。どうですか。あ、苦しい。と、これは、コンボが決まらないが。下、ドランド刺さる。波動拳押し返しが。なんだ、おっと、どうした。ナイスアンプできなかった。しかし、ちょっと。これは削り確定、削り確定ですね。さあ3人抜いて、ノーモーションはワニ系ホンダ。ワニ系。さあワニワニパニックできるか。さあ連打連打が連打してた。三段できた。もうもうホンダ越え、もうホンダ越え。ああちょっとノーノーバイソンも慎重になっているか。はい、減ったな今の。さあ止めている。あるのか。ああダブル K、 ダブル KO かな。おダブル KO だ。これはホンダ美味しい。さあヘッドを打っていく。さあ割ってしゃがみチューパーこれジャンプショーパンでアントビー新しいジャンプショーパンでアントビーはね結構バイソンにはするんですよ。その後のタックが良くてなんですけど、しゃがまれると当たんない、ね、しゃがまれると当たんないですよね。そうなんですよ。おお引っかかってる、 何かが見えた。まあガードでもいいやですかね。ですかね、しゃがみ中盤でダメージを稼いでいくが、おっと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 、さっき見た流れだったがここはさすがにスパコンにしていたノーノーですが、ワニ系もガードしている。あるか、わからんぞもうこれ。あーっと頭突き、ワニ系、ワニ系、ワニ系。ワニ系、ワニ系やってのける。さあ出てくるのは TZW ガイル。まあ、ここはねマジレスですね。マジレスで万に一つも事故るわけにはいかんぞ。マジレス、ジャクソニックタイクもマジレスですよね。確かにジャクソニックタイク、シワシタイク。さあ対空じゃんけんはもう付き合わないまである下がっていく、下がって下がって、もう対空もね、対空もしない、しない、下がるだけ下がるだけ相手 OK ってね、最強、事故る要素ないからね対空で技を出さない、下がるだけ。さあ、チュアス対空の、さあ、しかし前だけでな、なんだかんだ頑張っている。無理はしない。さあ無理しない。ゲイキャンジャンプで逃げる。ソニック。さあちょっと今のバックジャンプはミスってしまったが、さあシバッチ。しっかり切っている。中足一発で当てて。これは踏んで。お前飛び。なんか気持ち。なんか気持ちよくなったけど。まあ、ダブルのミスですね。ダブルがね、ダブルが
まあ、今つかみから行けばワンチャンあったかも。さあ出てきたのはハスラーさんのバルーンですね。そうです、最後ハスラーさんか。サンバを出してみる。めくっ、おー、うまい、振り向くてら前飛び。これはダブルサンバ出してみるが当たらない。これは強気に掴んできた。さあ残る大森はデモブランカーと鈴鹿ダルシム、どちらから行く。鈴鹿さんが行くよ。鈴鹿さんのハメの方がむしろ勝ちやすいかもしれないですね。まあ捕まえちまえばっていう話がありますね。おっと、いきなり絡んでいけたぞ。実は掴んでならかったけど、まあファイヤーヨガファイヤー振って掴むと掴む。まあ前掴みで手助かることあるんで、うん、結構強気にいっていい場合多いですね。はいはいはい。さあ手やり返す。ここはガード。さあ掴んで刻んでから蹴らよけしてから掴むと。さあチョップが強い。投げ返した。チョップで掴む。ということで、大森が勝利ですかね。Cブロックルーザーズどうなっとるんや。まだ2試合ぐらいあるから、じゃあ次行きましょう。まだルーザーズあるから、じゃあこのまま連戦やりましょうか。4対14かな。確かにメンバー的に、ね、メンバー的に14番ですね。港の横、横浜、横須賀と新ウルツー勢。まあ、基本関西系プラス一部関東みたいな感じですかね。そうですね。さあ、さて1回戦目は猫丸さんかな、レイジンさんかな、どっちだろう。アメンジンさんとバルログとレイジンさんかな。レイジンさんの帰りか。さあバルログガイルはハイクロー。そうですよね、普通にちょっとね、普通に地上戦しちゃうとこれダメージ負けしちゃうんで、なんかでね、やっていかないといけないんですけど。さあリバーサ様投げばショーパンで暴れていく。やっぱは先っちょだと落とせないですね。タッチ中パンチで
ソニックの出がかりを狙ってったんでしょうけど、今ニーバズーカ漏れたからサマーに行ったのかな。ヤスケンさんがフォークのヤスケンさん、これど、まあこれフォーク、フォーク、ブランカ、ガイルだから、まあこれフォークでいきたいですねメンバー的に。まあブランカとかいいんでしょうけど、フォークとガイルとブランカなんだ、うん、フォークでいきたい。さあじわじわと削っていって、削り削りで、おっと投げ返している。さあ地上でチクチクやってるワンパン、アルミ昇竜掴みきれない、掴みきれない、ここは出してしまった、当たらず。まあ、今のトマホークもだいぶいい読みだったんですが、うん、まあ、何かやらないとね、何か起きないので。ハイクローマもうなあるんでね、ああなったらもう巻くしかねえみたいなところがあります。やるしかないですからね。さあ出てくるのはもう一体フォークか、津村さんのフォークですね。フォークもう一体、さあ高めコンドルからの、さあテラーで対空している。さあめちゃめちゃフォーク、トマホークを巻いてますが、無理やり打ってますね。しかしテラーがうまい、テラー対空がうまい。歩き昇竜、テーラー、タッセラー、テーラーうまい。さあしゃがみ大詰め、しゃがみ大詰め、きついしゃがみ、4番が刺さる。ああここでクリスタルゴロッといく。これもぬくぬくさんが行くしかないかな。さあここで出てくるはぬくぬくブランカ。なんとかまずバルログを止めたい。さあ噛んで噛んで裏回って噛む。さあ透かしから噛んでドリが当たり、ブランカペースにはなっているが、スライディング当てて、さあリバサは相打ち、あピオル、これはスパコン。ちょっと今のピオリは運がなかったが、大詰め置いてある。あのー
さあ当たるローリング台で打った。散々スカシを見せてきたんで技を振るだろうと読んでの大ローリング。おお、トイレに行ったらヌクヌクさん勝っていた。これはウルトラマリオさんですね。ウルマリ。さあウルマリさんはね、カプコンファイティングコレクション杯すげえ頑張って予選出てまして、なるほど。4月はね、4月だから3月すごいやってらっしゃいました。おっと、これは前捨てはしかし。しっかり暴れている。暴れている。チューパンうまい。今のタッチチューパン体育は非常に冷静。強いですよね、ブランカのチューパン体育ね、はい。あんまりね、流言飛ばれることないんで。ああ、そうかそうかそうか。いざ来られるとガードしちゃう人多いんですけど、実はブランカの通常技体育は強力です。さあウルマリ体育しゃがみ強パンチ。さあステップ噛みつき。前捨てで大足をすかしての噛み。ぬくぬくさんもね、もともと横浜セブンズなので私もよく知ってるんですけど、さあ波動拳をクラッチファイが中ゴス今ピーターで飛んでる。中ゴスブラザーズかっていうぐらい中ゴスを打った。昔ぬく兄とぬくぬくの2人で2オン秋葉の大会出てた。あ、出てましたね。印象深いですね、はい。リアル兄弟ですからね。さあ、キヨンさん出てきた。そろそろ本気で止めようと。しかしかなり当たってるぞ。中ローリング噛みつき、裏からめくって、しかしヘッド出す。さあヘッド当てたが、さあ無理やり時間が無理やり無理やり、ここガードだいぶ追い込んだ。リバーラン、出し掴む掴む前飛び、さあクルージングされたらきついですね。さあ無理やり頑張り、あーこれ下段下段裏から掴む。どうだ、おおおたまってなかった。ジャンプ強パン、ガチャっているだろうお前ってことで、たまってない読みですか。たまってない読みですね。さあコニッタマンダルシム、あとガイルが残ってるのでこれいければといったところですけど、さあコニッタマさん、ブランカ戦はどんなもんでしょうか。 あと3段ショーパンで止めている。さあしかしショーパンで止めて、あ、ショーパンで今ローリングしてガードできるんだ。あー2ヒットしている。ピヨルピヨッチャピヨッチャやべえ、ピヨッチャやべえだろ。ショーパン出してローまあこれは食らうか。さっきあれでローリングガードできてたんで、やっぱ強いしね、あのショーパンね。あまあそうですね、なるしもでしょ。あんなに出なしていいんだと思って。結構ね、引っ込み早いんで。引っ込み早いですよね。まあさすがにローリング壁付きは食らうけどみたいなところありましたけど。さあどうする？壁付き、これはダーツタイパーになってしまう。ユンピョ受け身がない。これは痛い。しかし大キックヒット。ああ
ーファイヤー食らってしまう。これでインフェルノがかなりヤバくなってきたぞ。ここはあえてガード、ガードスパコンで、あああれ離しちゃったボタン。いやあれなんですかね、普通に横回転中は燃えますんで抜けれないですから。あ、そういうこと。ファイヤーは抜けれるのソニックとエアスラだけです。あ、そうなのね意外と知られてないのこれ。そうなのちゃんと燃えるんで、あのちっちゃく見えますがファイヤー。いや俺ガエルにさ、いっぱい撃ってくるからみんなでも久々にあの絵を見たんでちょっと忘れてたまだ、ね、ちょっと忘れてたかねえっと思っちゃった。ただあの跳ね上がってるところは抜けれるんで。あ、もうちょっと引きつければ、ね、そうそうそう、はいはいはい。あーきつい。さあガエル戦は落ち着いてますね、コンタマさん。もはや私の疲れたあれではきついしか言えません。俺もなんかね、もうカロリーが不足してるのを感じる。今そばとカラキャン様にしてくれましたけどね、偉いですね。あれがまたね、さ一番遠いところでやんないと切れないとかあるんだよね。できりゃ、カラキャンしりゃいいってもんでもない。毎回できりゃいいけど、うまいバックジャンプ、ね、当てたことによってソニックを踏まない。どうすればいいやこれ、どうすりゃええや、どうすりゃええやこれ、どうしようもね、どうすりゃええや、どうしたらいいかわからん。さあ勝ったのは新ウルツーゼ。いや最近ね、小高のおかげかやっぱこういう若いガールズが増えてきたんですよ、うん、だからね、ダルシムが超強力確かになんつうか、ガイル多いから最近。なんと玉島のチーム負けている。ブレーキングダウン落ちてますね。そういうことだよね、だってプロジェクトX が勝ったんだからね。で、龍が如く、うわプロジェクトX、うわガイル、うわこれどうよ、これどうかっていうとね、バルログはどうするかって話だね。バイソンもいるし、ホンダもいるし、ブランカもいるし、さほど。あれ本当？あ、ほんまそうか、うん、キャラバランス的にはどうだろうって感じだね。まあいい勝負か、いい勝負だね、確かに。ちょっとプロジェクト X が有利かなっていう気はするけど。いや言うてバルドグよ。まあまあ確かにそうなんですけど言うてね、言うて、まあ、ただまあね、クロワッサンいるし、うん、クロワッサンね、クロワッサンもいますし、アラいるしみたいな、アラさん、中ムーハンいるしという。プロジェクト X が 1P、 はーい。さあ優勝候補ことごとく落としてきた。俺は A4 中村の同キャラとかいうものもひょっとしたら見れちゃったりする可能性もある。それね、なんかね、えケンシロウバイソン、ケンシロウコタカ、はいはいはい。さあガイルバイソンで始まっている。そしてね、あのA4 中村やってもいいんだけど、あの絵面は地味だからね。垂直小キックを、垂直小キックをお互い永遠と振ってるっていうね。うどっかどっかで前飛びして紙に行くみたいな、ね、なんかすごい絵面は地味だからね、そこはよろしく。さあチュンリーステージ 1P コタカ、 2P がケンシロウバイソン。ケンシロウは行くだけか、あ受け身取ってないんだ、ちょっと痛いが投げる。
さあさあゲージはもうちょいで溜まるぞ。溜まりました。大ヘッド、やりっていく、裏切り、やっていく、裏切り、あー中大つながってる、つながってる、これはあかん、これはあかんよ。さあこれは練習試合じゃないんだ、殺し合いだと言わんばかりのそうなんですよ、ね、あの大ヘッド裏切りも甚だしい。大ヘッドだし、あのショーカーすぐ掴む、これね、さあ行く、これきついよ。いさ あ, あきつい、勢いのままにいった、ハイパーンだ、ハイパーン、いった、いったぞ、獣がなんぼのもんじゃいといった。ケンシロウの竹火が小高をまずは落とす。これ結構きつくない？こうなると結構出さないといけないから、いろんなキャラを。本田ですか、うん、どう出してくるかですよね。これで無敵投入は行くの？無敵で行く、これは強気ですね。これはだから完全に師匠が分からせるパターンということになるんですかね。連キャンジャンプでうまく使っていく、キャンセルジャクソニックかダイソニックかね、早くできるんですよ、ああやって。しかししかしですね、しかしですね、しかし、しかし、しかし、おお、中盤様マジで。しかしもう圧が、圧がステージが、おーい、圧が中穴掘り、やばいやばいやばい、穴掘りが強い。大逆転も一点目だった。開幕ダッシュアッパーとかもやる気満々ですよ。一点読みになってました。開幕ダッシュアッパーね、ソニック潰すから、ね、強いんですよ。結構むずくないあれ。いやなんか俺割と安定されて潰されますね。マジか。安定してなんか。ああ危ない。ちょっとサバが出なかったっぽい。さあ投げる強気。だがクレイジー溜まってるぞ。うまい中足。さあこれさっきの一射目見た。あのさあ打ってく。おお怖い。はい、どうだ大足、これが落ち着いたか、1点目が多い。わあちょっと危な立ち大パンに中足、今のも下オーは戻りに来てた、死んでますからね、死んでましたからね。さあずらしてソニック、ソニック踏んでしまうが投げる、あ受け身ないの痛い、投げるおっと、ああこれやばい、ガードになっている、あーーってしゃがみ中盤からの さあガイル2枚落ちる非常事態、プロジェクト X 大ピンチ、誰を出す、いやこれはかん、まあ、中村は出さないでしょう、アラかクロワッサンだと思いますが、アラさんでしょうね、多分ね、アラホンダ最終的にはワッサンで全部抜くしかないですね。ワッサンでワッサンでワッサンお願いしますか、最終的にはワッサンしかないです。長瀬でいつも大体そういう役割だよなっていう最終的にはワッサンしかないですね。しゃがみくらい、頭突きを出す、ちゃう、はい、これは一旦ガードして、まあ、これは使わせておいて出足ネイト俵相打ち、これはほんと惜しい。さあしっかりと大いちょいって、おっと一方勝ち、ヘッド読みでもう一回いって、さあきついが、ショーパンで止める。さあアラホンダ勝つが、ケンシロウ仕事は十分すぎるぐらいしたでしょう。さあここはどうしますか、後藤くんがで確実に勝ちに行くかな。4代目ブランカかな、4代目かブランカに残すかと思いましたが、4代目ね、ホンダ戦には自信に行きと言ってました。本田戦には自信2機、あっと暴発。アッパーか、
うまいぞ。しかしアラホンダが、アラホンダが炸裂。これはもう弾打てないまでありますよ。どうすんの。前ジャンプ、前ジャンプ、前飛び前飛びするしかねえ。前飛びするしかないがきつすぎないか。このね、あれ今立ち台系狙ってましたね。立ち中継ですね。立ち中継か。中継の膝の部分を当てるんですけど、本田さんはあのしゃがみ強パンチを使えてね、教えてあげたのは私ですから。ここでアピールしていく。さあ今度はうまい、しゃがみ、うまい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 、ピヨっている。さあ腹切り当たる。さあズッツキちょっとで、やっぱスピードが速いんで、速いステージだとさすがにね、4台目きついって言ってましたもんね。さあズッツキ、このヒットはでかい、でかい、でかい、でかい。上がうまい、上、上だ、大系きつい。どうだこれ。ああ、反応できず。ステージが速い、ステージゲー。これね、散々4代目とね、下がった本田はどうなんだって話をして、頭突き見てからとか、はい、あれとかの反応で、お、早いステージは本田より、遅いステージは下がっているみたいな話になって、なるほどなるほど、ステージゲーとかやってたんですよ。さあ、当然後藤君が出てくる。もうこれは後藤を出すしかない。先ほども黒いマンを最後締めたが、あー、青いちょあるのか。リバ投げ返す、4ボタン、見てから、超流拳、完全に見てからでしたね今の。さあ、波動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 。きつい、きつい。波動を踏んでしまう。これは地獄。真空削って、使っていいよと、こんなもの。また溜まるし。どうすんのこれ。波動が。きつい。きつ、きつすぎる。さて、これはまあワッサンですかね。まあワッサン、ワッサンだろうな。さあ、通じたいこと、あ、通じてるんだ、行っちゃったよ、行っちゃったよ、まあバレてるけどさ、行っちゃった、普通に行っちゃったわ。タンパが当たる、バクシャンプしてからのグランドショット、アッパーを当てる、竜巻ダバレルが掴んでいる、そう、もう一回掴む、ヘッド、ヘッド、まあ、クレイジー削りはね、ちょっと昇竜との読み合いがありますからね、ごちゃごちゃするので、飛んでく、投げ返す、負けてない、負けてない、フォー、フォーが当たる、しかし、台足が確定ないが、許さないよと、中ヘッド、誰の前で中ゴス振ってんだ、この野郎という、気持ちが見える、気持ち、お互いの気持ち。さあ、真空が溜まっていて、きつい。さあ、使っていってどうだこれ、波動、うわ、タンパ打った、タンパが当たる、ダッシュ、グランドじゃなくてタンパってのがやべえ、逆にみたいだね、ずらしみたいな、逆に。さあ、オペ前、
なぜかブランカが温存されるこの5オンオペ前さあなおっとしゃがみくらいだったか立ち手で返すさあ今度は手を出さないさあ前取りチューチューうまいよくリードしたさあこれはだいぶあー下刺さるさあ次何回行くんだお前掴めばいいんだよ掴めばとさあ削り切りさあこれはちょっと高かった高くて歩き投げ歩き投げを通そうとしているさすがにいい加減にしろとピヨッチャやべえだろまあねローリングのピヨッチ高いんでねさあらしい試合になってきましたヘッドこれ渡らせさあ逆タク逆にヘッドもう一回ヘッド通じらしい試合になってきたダッシュアッパー掴みあと投げ返したクロワッサンのペースバーコーンクロワッサンやるななんか投げとヘッドしか見てなかったけどまあそういうもんよキャラが関係ないんだけどさあ残るは A4 のみさあ A4 とワッサンA4 ワッサンはどうなんですかねよくわかんないですけどもさあヘッド打っていくヘッド出していくしかし A4 も負けずにチューやばいさあもう殴り合おうという殴り合おうメッセージですねこれ殴り合ったらバイソン勝つんだから勝つんだよなこのカード結構殴り合ったらバイソン勝つんだからあーダイヤと安い投げ返し投げ返しワンチャンあるジャブダイワンチャンあるかこれダワッサン急にバイジャンプワッサンどうした急にバイジャンプしかしヘッド冷静しかしこれで勝つのがワッサンなんですけど3ラウンド目よし下フォアが刺さるやっとしゃがみ中しゃがみ中キックが強すぎるワッサンさあ C ブロック2位抜けはプロジェクト X やっぱりワッサンだったかやばすぎんなこれが終わってみれば中身温存ですからねあーちょっと台足寄らせて台足打ったときはどうなるかと思いましたけどはいそれでは、B ブロックからご覧いただきましょうこれが大盛り上がりとオッケーです。
さあ続きまして、大盛り上がりからは、ノーモーション連戦ですかねこれですね、ノーモーション連戦で、ノーモーション小鉄本田と、ガイル T タツ W となっております。さあ、おっと、うまく掴んでいった。さあ、サマーマチめくりから一旦逃げますと、おっと、掴んでいく、ケツキャクレツガソリンと見せかけてやめてからの前飛びです。あとちょっとこう高すぎて逆に内回しが難しかったっていう。え、さあソニック、ソニック、ここは冷静に待っている。下がってソニック。さあ腹切り、さあママチ、さあジャンプ台キックで抑えていく、チュアしていく、うん、ソニック、ソニック、サーバーも間に合う。てる、てっきりソバットかと思いきやサーバーでしたね。さあバルローグかブランカかチュンリーか、バルローグです。コング太郎さんのバルログ。さあ歩き投げが通っている。めくりから、もう一回めくり、サハマー打っていく、サハマー早い、早らしい、裏剣かくっているっぽい。投げ返し、さあやることないですよね意外とやることがなくなったときに何かやるしかない。さあ、ゲラー待ちして投げ、今度はゲダン、ドライパンで落としていく、やっぱダイパンチ、めくりからサマー、これは投げる、下段で対空を混ざっている、やだしが強い、投げている、バックジャンプ、バックジャンプ、さあしかし這い出しが刺さっているぞ、ソニック、ブランカ、チュンリー・リュウ・ブランカです。西の竜ですね。あとブランカでもいいかなと思ったんですけど、あれかな、残下に取っときようかな。さあ竜巻当てていく、
さあ中パン中キック暴れる技を変えて取っていくが対空昇竜投げる いろいろと暴れていくが大きい攻めで投げているソニック波動竜巻は冷静に落とす冷静に落とすしかし真空中国さすがにさすがにダブル様さすがにさあ弱中強打ち分けるが結局飛ばれてしまった投げたのは TW さあファイヤー当ててアントビ大シャドウさあシンク読んでいる水徳中ゴス昇竜大投げるシンクまだ避けるしかしもうガードができないのでガイドきついですね、 ね無理やり歩いて波動拳をねじ込んでいきましたさあようやく TZW を倒してダルシムかなダルシムありますねバイザンザンギーという手もあるザンギーかザンギーですね、うん、プロザンギーさんのザンギーフさあ波動がかなりヒットしてますね思うように潰せないという感じさあ竜巻も逃してしまった危なり落ちてしまう昇竜スクリュー昇竜スクリュー昇竜スクリューは下段下段スクリューなので結構いやらしい連携昇竜拳打ちづらいんですよねただ繋ぐのがちょっと難しいなるほど残機が難しいか確かにあと間合い取りがね、うん、むずいですしかし西の竜は鳥かごダイヤシがダイヤシを使っていくいいように刺さる上は見ていますラウンド3ファイト飛んでいくしかし勝利暴れダブルリア当たっちまうめくりがヒットめくりがヒットさあ出てくるのはクロニカじゃなかったオツンチュンリさあちょっとずらしあーやっていくやっていくあっという間に終わったやっていくこれチュンリでこれちょっとずらしがねまあ行くしかないですよね行くしかないですよまあ確かにチュンリきつすぎてはまんないからねはまんないからねそうなんですよちょっとずらしあ、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 裏パワーあ、あ、あなんか読み合っているあ、あ、謎の読み合いがあ、あ、あ、よくわからないがあ、あ、終わってそうあ、終わったよくわからないがよくわからないがあ、これには青つんもがっくりといった感じじゃあもうクロニクさん出るしかないですねさあブラン大将ブランカちょこちょこ見るなちょこちょこ見ますねブランカ使ってる人はやっぱ、まあ、人強いですよねみんなねさあ掴み返す
まいぞ、ブッシュバスター対空。ブッシュバスター、イニシエの対空。発生が超早い。早いですね。シャーリックまたうまい。よく歩いて、前に歩いてからリバーラン。ガード不能な空中通常技といえば。リバーラン、あれですよね。ブッシュバスター。ブッシュバスターですよね。クロザクさんうまいな、しかし。おっと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 。上回り投げ。ダブラリドンピシャ。タシタキック。歩き神マジか。おっと大キックは。タチタキックは何読みなんすか。なんだ何読みだ。何読みだろ。わかんないです。ダブラリ読みマジで。何読みだ今の。さあ鈴鹿、ダルシムブランカも大会だと結構ブランカ勝ってるんですよね。さばきの難しいですからね。さあゲージ持ってはめに行く。上げる強気。これそれインフェルの匂わせ投げ強くない、まあ、まだ真空匂わせ投げと一緒ですよね。あれバックステしてもインフェルの当たるんで、ね、ああインフェルのそうですね、その辺がバックステしづらいところかと。さあ、鈴鹿ペース。いやー、ヤバファイで燃えてしまう。冷静にガード、ダッシュダイパン。これはきつい。あー、垂直パンチということで、勝ったのは大盛り上がり。さあ、ブロック決勝はシンウルツー勢と大森ですか。僕試合があるからでしょ。マイク来ました。さあ始まりました D ブロック決勝、大盛り上がりとシングル2勢。先方は TZW ガイルと仮面人バルログ。さあサマー打っていく。そしてターマ、ソニック投げにテラ、かなり両者積極的。あー怖怖あーミスる。コンボなかったが
まあ、がおーっと打っていく、まだ飛ぶ積極的にめくりを狙っていく。さあ、TZW ガイル、まあキャラ的にやっぱきついですからね、これぐらいやらんと勝てないだろうという。これはタザースペシャルなのか。ソニック1、さあちょっと仮面人さんは面食らっているかな。わーっとめくり決まる、ピオレー、はいはい、あーあーなんかマジか、サービスコンボ失敗。これはこっから逆転されると、おー危ない危ないが、いやー決めようとしましたけどね、やっぱ動画映えって必要ですからね。まあ大会はいらないと思います。ぶっちゃけた話をすると超マジレスするといらないと思います。さあ出てくるのが、ガマチさん。さあ因縁の対決ですね。さあガマチチベガ、さあ昨日はベガ対ガイルが決勝で当たりましたね。当たりましたね。おーっと、おー美味しい、ピオラナイが死んでいる。ピオラナイんだ。開幕投げ、空投げ、受け身は取ってる。さあ様、ま、これはしっかり切って、あっと重なっていない、垂直弱形だった。ショーパンがいいのかな、何がいいんだかよくわかんないですけど。さあ空中戦が繰り広げられて、お謎の前ジャンプ、謎のクックロビン、あっとめくりが使っている、当たんない、これは痛い痛い痛い、あガマチチさんが取り返していく。さあガマチチベガ取り返す。さあ出てくるのが悩んでますね、ダルシムブランカ、ザンギバイソン、ザンギかな、まあザンギっすかね。ダルシム以外は、まあ、ダルシム、あ、ダルシムですか、なるほど。さあ鈴鹿ダルシムはここで出てきました。これはベガ戦に自信力ということですか。ベガ戦に自信力でしょうね。さあここはハメが、あ、ハメも、あっと、 あるぞ、めくり、あー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 、これはやっちまった、ホバーが謎に出てしまった。なんかスパコンにしようかコンボにしようか迷ったんですかね。まあこれが大会の恐ろしさですね。さあピオレ、鈴鹿がペースを取り戻す、これはやばい、あーダメ、インフェルの投げ、フレーム投げはあれね、難しいですよね。まあまあ完璧にちゃんとやられるとハマりですね。ハマりますよね。さあガマチチ痛い敗戦、ちょっと悔いが残ると思います。これはここでさあバイソンですかね、キヨモバイソン、さあキヨモさんかな、キヨモさんですね。さあコパンめっちゃ振っている、お当たる、あーリバサチョーパン、さあでかいのもらわなければって感じしますけど。さあクレイジー溜まったぞ、さあ行く、え突っ込む、あえて突っ込む、インペルの削ってショーツラ、さあ投げる、さあこれは KKY さん、最後のはね、まああの裏後ろ入れてるんで、はい、ビタで出ない限りはガードになると。あなるほど、ガードに なってると、ガードになる可能性が結構あるということで、思い切っていきましたね。クレイジー溜まった状態であえて突っ込むっていうのが、まあ、結構ね、クレジ溜まっちゃうと大変なんで、 ある程度はありですね、全部バイソンも跳ねないん で、 さあで特に逆に溜まるとファイヤーにクレイジーはどうしても意識するので、はいはいはい、さあもうちょっとでクレイジーが溜まるところで体力もあまりなくなってきた。ファイヤーさあ無理やり、さあこっから、おーうまい、ああ惜しい、たましまできず、たまちゃん投げ失敗ですね。さあ
ウルトラマリオさんかコニタマさんのどっちかが。デューダルシム。さあどっちが行くか。同キャラ戦ですか。同キャラ戦ですね。ケギャラさん、これはどう見ますか。これは思い切りと人読み。なるほど、ハートですね。同キャラ戦はハートだと。いや、精度は結構重要つかね、結構腕の差出ますこれ、ぶっちゃけると。さあ攻めてんのは鈴鹿の方。昨日は共闘した2人ですが、今日は敵だな。掴んでいく、掴んでスラストファイヤー。上取ったもん勝ちですね。もう見た感じ結構ね、ハメも投げ返しをするしかないんで、あ、技の精度も重要なんですよね。かなり下段が食らいやすいで、ピオリやすいんで、ピロリ、お互いにそうですね。さあダイスラー、いろいろ気をつけるべきことは多い。さあゆるどり、しかし果敢がない。おお、コニタマが投げる。そうですね、ちょっと最後投げに行ったのは危なかったですが、全然投げでいいです。リバサ投げ側で、ピオリの吹き早いんで。ああそうですね、そこだけですからね。なるべく重ねたいところです。うまい、ピオリコンは。さあドリルにしっかりと手を出していく。さあユンピョも有効という。さあここは球の打ち合いになるか。球はね、あんまり有効じゃないですこのカード。あ、有効じゃないですか。おお、アクセント程度。やっぱどうしても肉弾戦が最後主になってしまうんですが、コニタマがしかし投げる、取っていく。鈴鹿を倒す。さあこれ大盛り上がりチームがネモ、ネモノーノービー、黒ザンギ残し。ザンギはないでんで、ブランカがバイソンでしょうけど、ネモさんが行くか。さあネモブランカ。さあこれはブランカ、まあダルシムが相当めんどくさいカードになります。上、いきなりスカシガミ。さあ上が、いや落とすのがちょっとしんどい。このステージしかも早いです。動きが早い。暴れる、投げに行ったらローリング。果敢もらってもいい音。あー電撃狙っていましたねこれ。さあここはよくガードして一回切り返す。さあなんとか、あーっと危ない危ない、ピオらないが、ピオらないがピオリーチ。おーよく出した。ここから取り返せるかコニタマ。ちょっと苦しいっすね。なんかファイヤーが当たって燃えるとか。ネモブランカ待つのが大得意。すぐ取り。さあ体力もインフェルの気な。あーっと対空が出ず、ミスったか。さあウルトラマリオさんが3人抜かないといけない。さあ大将ウルトラマリオ、ネモブランカ、クロザンギ、ノーノービーバイソンを抜かないと勝ち目がないという、ちょっときつめの状態になりましたね。まあただいけなくはない、キャラ的には。そうですね、まずはブランカですね。さあブランカ戦、残儀ステージなのがね、やっぱしゃがみ、やっぱ落とせればいいよと。さあ中盤うまい、ブランカ側も対空を見ている。さあこの絶妙な間合いの垂直、落ちづらい。さあ間合いを詰められての垂直はプレッシャーがある。お前マリオパンチ、マリオパンチ、ウルトラマリオパンチ。さあ真空をチャージしたので、迂闊に技も振りづらいブランカ。さあうまい、そして真空を使わせた。しかし体力はまだ、まだ、さあほど、あー出ない。もうブランカは行かないまであるが、行く、いやもうタイムアップ、時間がないですね、もう無理。このブランカ待ちますよ。ニューブランカでタイムアップって相当珍しい気がします。相当珍しいですね。さあお、スカッシュ、なんか技を見せる。あれ、スカッシュですね、あれ多分ジャンプ台形を下まで引きつければ。あ、なるほど、当たると思うんですが、早出しだったということで、うまい。
散々あのタッチシューパーを見せてるんで、うわー、ローリケン側が早出ししてますね。さあ、このこの場合の垂直がなかなか難しい。うっ、龍どうするこれ。バックジャンプはダメ。ダイゴスしてから大昇龍かマリオか。なるほど、いろいろあります、ね、うわー、中ボス真空埋めていく、やりに行って、ここは大展開になったね。もうあーっと暴発、あ、いらない技出た。さあ、キャラサ通りに試合が動くか、それとも覆すか。さあ、画面端この状況よく見ますね。神に行って大足、やっぱウルマリさんが対空昇龍苦手なのを察してますね。確かにそこを逆転取ってる感じはあります、うん、おお、そうなんですよ、ね、大足、おお、昇龍打ってく、気合の昇龍、中ゴス地上ぐらい、地上ぐらい、なぜか地上ぐらい、まああるあるですね。さあ、これはおお、早い、早出し、早い。さあ、これは2ドットぐらい、あっ、どうだどうだ、ゼロドット、わー、一番冷静、聖剣対空、冷静だった、通常技対空の魔術師ウルトラマリオ。さあ、どっちがいく、七色の通常技対空を使い分けていく、ザンギからいっとくが、まあ、ザンギですかね、やっぱ、まあ、ノーノーさんが、まあ、ノーノーは大将としてどっちと構えてもらって、ザンギはもう動いてもらうと。さあ、念願の道義戦、これはザンギが勝っておきたいところですが、あっ と受け身、受け身は取ってる、パニシング持続重ねっぽかったです今。さあ、弾きを狙ってますね、狙ってますね。さあ、飛び、プレッシャーがすごいぞ、黒ザンギ、ナイスガード、あー、しかし、さあ、マリオパンチを、ウルトラマリオパンチが画面を一押し戻した。さあ、真空はとりあえず入ってしまう。こっからでもワンチャンザンギが、しかし、歩いた。さあ、こっからノーロー、死ぬか、死なない、ノエ、時間が、時間が、あれ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 、まあ、で、いや、勝ってるよね、勝ってますね、あと1ドット足りなかった。俺は勘違いしたかな、ゲージを。さあ、大森チームリーチだぞ、トミー。まあ、勝利引っかかってしまう。さあ、中ゴスは揉んで大足、ノーロー、あー、ミスった、最大入れて、まずい、大、あー、大ゴスに飛びが刺さって、大森チーム勝ち。さあ、 D ブロックウィナーズの勝ち上がりは大盛り上がり。さあ、おめでとうございます。1位抜け、大盛りチームになりましたね。さあ、妥当に抜けてるといえば抜けてるという感じですか。さあ、この後はルーザーズですか。ルーザーズですね。ノーモーション、今ノーモーションと渚のホーク、横浜横須賀がやってるっぽいですね。横浜勢、横須賀やってますね今。さあ、まあ予選ももうすぐ終わろうとしていますね。残りわずかですね。 D ブロックの、ルーザーズまでこぎつけました。そこで一旦予選は終了になりますね。あ、今映してますね、自撮り、直撮りです。ガイルが誰だこれ、猫丸さん、青つんさんと猫丸さんですかね今。あ、岩木さんか、岩木ガイルさん、岩木ガイル立川のチームですか今やってるところ。さあ、青つんが押している、歩き戦列ガードになる。さあ、中足振ってるが投げが怖いところ、あーと、アッパースカル、
さあ青ツンコールが鳴り止まない。あ、これで終わりですかね。勝ったのが、青ツンさんのチームだからノーモーション本家が勝ってますね。あ、画面切り替えてできますか。あ、できましたね。はい、それでは残り2試合なので、もう連続で一打勝負しかできないので配信台でやります。はい、2と4になるかな、これが、ノーモーション本家と、港の方向横浜横下、はい、じゃあこれをやりましょう。さあ長きにわたる予選もいよいよラスト試合ですか。これで、8チーム揃うわけですね。さあ最後の一枠をかけての戦いとなります。チームノーモーション本家か港のホーク横浜横須賀か、どちらになるか。うん、はい、じゃあ文鎮さんで。あ、こんにちは。あ、こんばんは。文鎮フェイロンです。もみおです。よろしくお願いします。あと2試合、はい、はい、あと2試合で長きにわたる予選が終わると。長いね。はい、はい、そうですね。勝った方と14、シングル2でとやって、はいはいはい、あ、そうか、シングル2であれか、決勝で大盛り上がりと、あ、ウィーナーズで負けてルーザーズのファイナルですね。なるほど。大盛り上がりがもう1位抜け確定と。そう考えるとね、ウルツー勢上がってきてるのすごいですよね。家庭用 で、 あ、そうです、ね、ね、あの家庭用勢で仲良くなって、組チーム組んで出てきてるって、相当熱いと思いますよね。そう、実機でバリバリやって、はい、はい、はい、じゃあ始まりますね。さあレイジンガイルと西野龍、はい、龍ガイル、龍ガイルですね。伝統の一戦です。熱いね。阪神巨人です。さあやっていきましょう。はい、盛り上がっていきましょう。さあ西野龍とレイジンガイル、ルーザーズセミファイナル、伝統のね、開幕大達、開幕大達。さあ西野さんはね、思い切りがめちゃくちゃいいですからね。おっと、これは美味しいぞ。龍側が惜しい。さあ、はい、ダイゴスから固めて、ファイヤー、いいファイヤー。前取りがうまいっすね、やっぱ。そうっすね、西野さん手慣れている。さあレイジンも押していく。真空使う。まあ、ガイル側美味しいっすね。真空入ってくれても。まだ分からない、真空がない状態だと。まだガイルも全然取り返せます。全然いける。さあ逆転した、スタブ。さあ西野、裏剣、あと一発、裏剣入る。冷静、しっかりとしているレイジン。終始冷静でしたね。さあ第2ラウンド。さあまず龍側ゲージ溜めたいのかな。まあ溜まるでしょうね、時期に。まあそうでしょうね。さあ台足、さあ溜まって、こっからが投げ、大ゴス、おー打っていく。さあ中ゴスは許さねえ。さあ安定削りで、さあガツガツいってからの昇竜、いいですね。さあ1、さあ踏み込み台足鋭いぞ。お、いい避け。さあしっかりサマーで反応して遅らせ中足、裏剣入って、体力大幅リード。さあただね、ゲージがもうちょっとで溜まるんで、そうなると、まだまだ、さあ溜まりますねこれ。さあこっからガイルが丁寧に行きたい。龍は行かないといけない。おっと、受け身がないぞ。飛んで、あーっと、シンク波動、波動、あー波動が速い。
さあ西のコール、この一本はでかい、大盛り上がり。さあ 大逆転と言っても 過言ではないですね。さあこれ横浜横須賀チームどうするか。そうですね、龍に行けるのはホーク、S ホーク、ガイル、ブランカなんで、うーん、ホークを1枚いく。どうし、さあこれレバーぐるぐるして、あ、ルクルさん、え、お、ブランカ、 あ、そうなんだ、ブランカ、なるほど、ブランカですか。龍戦自信があると言ったところか。龍戦自信あるプラス相手がどうなのか、中ゴス言うてブランカ流なんで相当ブランカがきついと思いますが、まあ、普通だったらきついカードのはずなんですが、ここでブランカ、ぬくぬくさんが行くと、あ、ぬくぬくさんすげえうまいですよ。お、うまい、投げ返して、さあ真空吐いていく、まあ、全然いいでしょうね、龍側はね。さあ飛び、さあ噛んでリバラン、さあ後ろ下がる龍、冷たい、うわー、わー、お、中足をしている、まあそこね、下段ガードちょっと入れづらいっすよね。まあ飛びは要所通ってたんですけどね、三段が入らない間合いだったんで、そうですね、なかなか決定打にかけたと。大勝利、気合入ってるわこれ、中ゴスをバックステ、これ一瞬ですげえこと起こりすぎたの今。さあさあ愛知、あ、見え、よく見えたな今で、こっから中ゴス、熱い、西野が大足ブンブン丸になってるが、あと一発、何、うわー、おもむろに歩いて、すげえところで当たった、しゃがみ大パンが変なところで当たったブランカの悲しみが今見えましたね。悲しいな確かに、はい、ブランカでも技出してなかったっぽいんで、もしかしたらジャンプ地上系とか出してた一本負けしてた可能性ありますが、また透かし投げ狙ってたんでしょうね。まあそうでしょうね。あ、これで S ホークなんで、ヤスケンさんか。さあヤスケン S ホークが出てくる、やる気もりもり勢ですね。ヤスケンさんね、個人的に僕らのチームの時、猪俣さんやってる時めちゃくちゃ応援してくれたんで。そうですね、まあ猪俣ホークは神がかってましたからね。ヤスケンさんはS ホークで、さあ西野龍がかなり押していますね。これそうですね、いい波動打ってます。いい波動打って、反応できない波動。さあ前出たところだし、うまい、要所でうまいですね。さあこれは盤石か、大足に真空、全然危なげない。見てるチームメイト、後ろで見てるチームメイト、さあ大昇龍体育、これ安心して見てられる龍ですね、うん、これはさ、やすけん、やすけんホークもねプレッシャーかけていってんですが、あと大昇龍、さあここから決めて、正面アントビから、さあピオラセル、ファンでピオル、うおダブルアップ、出させてダブルアップ、出させてダブルアップ、補正切り、このゲームにはありません。さあ補正切りっぽいことをして、大体フンめっちゃ減るからね。ね、さあ大足が速いんだ S ホーク。さあもうどうでもいい大昇龍もう何でもいいから昇龍出ろっていう、どうね。さあおもむに、あと昇龍が難しかった、うわー昇龍出るぞ、めくりよくガードした。さあどうする、じりじりしている、お互いワンチャンですね、これ。お互い一発圏内、うわー減った、めちゃくちゃ減った、コンドルダイブごっそり減ったぞ今。今全ホーク使いの魂に乗ってたわ、すげえ今減った、クソ減り。これが S ホークのパワーなのか。ホークたちはまあホーク使いが一番結束力高いような気がするんで、うん、そうですね。さあこれはキナコング太郎さん、そうですね、太郎さん、キナコング太郎さんのバルログですね。太郎さんのバルログ、さあハイクロー大好き、ハイクロー、ハイクロー大好き、おもむろに飛ぶが、さあこれバルログもね一回引っかかったらちょっと危ない、あーっとどうなる、ムーン、テラーを出していく、ショーテラーで暴れていく、ま、見えんか、さあいつもの光景、始まったあーいつものやつ、いつものやつ、これがストツ、何百万回と見た光景、バルログの真骨頂、これがストツなんです、ハイクロー緩いぞゆるゆるハイクローですね。あー見てから、ピッピッさすがに、あとミスって、おー大足、
おお、やめておけ、やめておけと何度言わせればわかんだという。おお、待って、上りボディ、フォークのボディね、めっちゃ強いんだよ。あ、そうなんだ。判定がめっちゃ強い。うおー、さあ、ヤスケン取っていく。さあ、3ラウンド目。さあ、これ太郎さん側も、あ、さあ、太郎さん側もちょっとプレッシャーになってると思いますよ、これ。対空ゴロゴロ新しい、あー、闇を見たー。さあ、お電話、お電話してください。お電話です。さあ、今すぐお電話してください。さあ、大盛り上がり、ノーモーションチーム。さあ、キナコング太郎さんが勝って、次が津村さんか猫丸さん。猫丸さん、猫丸さんが出てきますね。ということは大将津村さんか。はい、フォークに、うん、全てを託すと。バスクリに全てを託す。投げる、ひょう、減るんだあれが。歩き投げ、歩き投げ、強欲にいった。さあ、ソニックを弱ソに追っかけてこの光景も何回も見た。吸って、これ太郎さん乗ってるな、ノリノリですね。あー、歩き投げ、乗ってる乗ってる、これは見えてるぞ、キナコング太郎、何かがひらめいたと。これでいいんじゃねえかと、ピコーンってひらめきましたね。さあ、ハイクロー、これは鋭い。さあ、サマー当てて、とりあえず画面入れ替えて。さあ、バルログアイテム画面入れ替えてもすぐ入れ替えられるので、そうですね、あんまり関係ないんですが、めちゃくちゃ入るなこれ、このスパコ。さあ、体力も逆転、おっと、リードしているが合ってないようなもの。うわっ、うわっ、あるのか、あるのか、猫丸、うわー、ここでテラー、うわー、気持ちの乗ったサマー、気合のサマー出ましたね。いいサマー見れましたね。諦めない心。さあ、大足、さあ、2択に勝っていく。さあ、あの先端ゴロゴロ反応できないですよね。そうですね、難しい、用意してても難しいもんね。この光景も何回言うと見て、歩き、おっと、しゃがみ中詰めで対空になっちゃうのやばい。さあ、おっ、くぐり投げ、投げる、うまい。さあ、大足の2回転目よく刺さって、おー、足投げ、足からの、なんと大足、猫丸勝負強い。さあ、ノーモーション、小鉄、青ツン、黒肉、さあ誰が行くか、ね、ホンダ、チュンリ、ブランカ、チュンリ、ブランカ、ブランカじゃないですかね。まあブランカかな、ブランカだと思うけどな。どうでしょう。お、青ツンさん、青ツンさん、あー、なるほどね。さあ、青ツンがここで、まあ、フォークに対して残しときたかったっ残しときたかったってのはあるんじゃないですか、やっぱ。さあ、青ツン、先ほどはザンギに惨殺されたの見ましたよ。あ、そうなんだ、うん、お酒飲んで気持ちよくなってたから、黒ザンギさんに惨殺された。落ち着きを取り戻せるか、ガイル戦はまた様相が違いますね。あ、そうだね、慌てる必要がないと。さあ、ゲージも溜まってるので怖いところ。歩き投げ、これが熟練の歩き投げ、うまい裏け、ベテラン勢の歩き戦列。うわー、フルヒット。さあ、サマーワンチャンあるぞ。さあ、ガードになっている。いやー、投げ返す。まあ、ガイル側も投げに行ってました、今の。そうだね、うん、逆卓で、あの、サマーなんですけどね。さあ、裏剣入る。さあ、フォークに対しての包囲網がすごいと。え、ホンダ、ブランカですかね、残りが。今、戦列がため解除になってたのかな。うん、さあ、強気にソニック前飛び、あーっと、前ぐらいしてしまう、減りすぎだろ。お電話、あー、投げ、お電話。さあ、オーツンコール。ノーモーションチームはチームワークがすごいですね。すごいっすね。さあ、大将津村、さあ、すべてこの X フォークに託されました。さあ、どこまで我々を盛り上げてくれるか。フォーク
ークはね、津村ホーク、ホークはね、さあぐるぐる回しております。何回転してんだこれ。今地味にすごくなかった、なんかぐるぐるって回してそこでホークに合わせてボタン押したけど、15回秒速15回転かこれ。さあコンドルが刺さって、さあコパンからいつもの光景が始まる。コパンからあとポイッと投げて、おお全部読んでる、バックジャンプばっかりです。今のはおおマジで通常技だけで勝っていく。これ怒りゲージマックスです。さあ回す必要もないと。確かに今のところ。さあこれはしっかり画面を入れ替えたが自ら画面に行く。うわ、ま、引っかかる。アントビからちょっとミスったが中盤になってしまった。気迫がすごいぞこれ。さあ歩きめっちゃ歩き投げにいってる。さあめっちゃ空中戦になっている。さあ青津さんもうまいですね、ちゃんと画面端の方に投げる。さあこれ戦列チャージしたいところですね、やっぱリバサで。おっと、おっ中盤、あ心の中盤投げが強いんです。あれは心の隙間。そうだね、なかなかあそこでぐるぐるできない。できないね。うお出ていく。おっと大足さあ1回目はしてもう1回ジャンプで逃げる。コパン、コパン追いかけっこになっている。コパン仕込んでる。あー N コパー最強。さあ津村が取り返す。さあ土壇場力が半端じゃないぞ。しかし残ってんのがブランカとホンダ。絶望、津村ならできる。いやね、そう津村さんならね、津村なら一波乱も二波乱も起こせるはず。さあクロニクブランカがここで出てくる。副将のクロニクブランカ。さあローリング気持ちいいぞ。さあ冷静に保って。うまいな。めっちゃしゃがみ大パンとかね。あれはリバランとかに対して有効なんで。キャラサールカードだとね、こういうコマうまい。リターンが終わった。わかんないぞ。いや馬のうまいな。まあ髪がちょっと早めだったんですかね、ピオリのあの回復まで。さあ第2ラウンド、うまい中盤体育。おあれはしゃがみ中盤体育安定ですね。ね、これに対して三角飛びなんですが、おお噛み合って、あっと噛まれてムーン。さあここからあるか。さあコパンからクッ、うっあと一発、うわしゃがみダイパン、やめておけ、お前の技は見切っている。あそこでやめておけなんだ、マジで。はい入って、うわうまい、ピオリッチ、わーなんかバックステに噛み合ったぞこれ。すムーンからうわつむらー、これはすごい、カラジャンプダブル台風、この場で決めていく弾力、鋼のメンタル、鋼のメンタルすぎる。さあ大将あノーモーション小鉄。さあノーモーション本家の本元が出てきた。さあノーモーション小鉄、これ我々も戦いましたね。はい、僕負けました、エボジャパンの時にね。はい、もみおさんにね、もみおさんに DJ を使わせるというね。さあノーモーション小鉄、マチがすごい上手いですよ。上手いっす、はい、マチでしっかりしてます。はい、こういうね反撃もちゃんと知ってるっていう。そう、お釣りの頭突きもしっかりと。うわーこっぱっ、あと歩き台風100巻。うわーマジで、マジで、え確定、まあ、いや確定ではないけど、確定ではないんだ。リバサで出てた。さあ津村が逆リー逆リーチ。さあ横浜チーム逆、さあここはお見合いモード。いやーじりじりしてる。さあ小鉄さんもかなりプレッシャーになってるはず、ここは中100巻しっかりとリバサで出すしかないところ。うう、わ読んでるけど弱頭突きだった。中頭突き以上なら多分台風が入ってたんですが、ここで待てるか。うわー4ヒット、うわーピオルしかしダブル決めていくこの男、津村
起きましたね。素晴らしい一波乱二波乱が。いや、津村フォークやばいっすね今のは。最後はきっちりと見せ技で、いや、すかしダブル。これチームメイト相当嬉しいですよ。これアドレナリン大爆発ですよ。大爆発です。実況の我々も大爆発。脳汁ドバドバですわ。いや、おめでとうございます。いや、素晴らしい戦いだった。そうなんです、これ終わりじゃないんです。こんな熱いんですけど終わりじゃないの。終わりじゃないの。決勝じゃないんです、これ。え、これ決勝だと思ってた。いや、いいもん見せてもらった。やばいな、これあの本戦の決勝でもいいぐらいでした。いや、本当に素晴らしい対戦でした。さあ、ここでルーザーズファイナルです。はい、こっからですよ。こっから今のファイナルじゃないんですか、もみおさん。違うんですね、まだ一山あります。シングル2勢と港のホーク横浜横須賀。なるほど。はい、さあさあ、津村ホークがもう一回見れますよ。そうですね。さあ、今のでね、津村ホークのファンが大急増したんじゃないですか。おかわりもあるぞっつって、ね、おかわりもあるぞ。さあ、もう一回俺を見てくれと。さあ、もう始まってますね。はい、さあ、これはレイジンさんと亀人さん、はい、陣対決になりました。さあ、ルーザーズファイナルです。どっちの陣が上か決めようぜ。 D ブロックルーザーズファイナル、またバルロゴかと。さあ、うまい。さあ、よっ、うわー、魂こもってる。切れ味抜群。あーと、爪が強いんだよね。さあ、仮面人さんも落ち着いている。さあ、サマーで切ってしっかりと癖を読んでいる。さあ、仮面人さんもちょっとずらしている。そうですね、散らしてる、うん、これね、きついっすよね。さあ、冷静に立ち回る。うわー、惜しい惜しい。今ね、なんかちょっとガイル側投げられるんじゃないかなってなったんですけどね。うん、いや、でも目の付けどころはすごいいいですね、うん、そうですね。やっぱあそこでサマ、はい、爪が爪が。さあ、この間合いがガイル、バルログの定位置と。そうですね、ここ以外で戦ってるのあんま見たことないですけど。確かにね、だいたいここが定位置です。さあ、うまい中返し、大足相打ち。さあ、おー、サマー、切り味抜群。さあ、ソニック当たって、仮面陣プレッシャーか。あーと、アッパーが、いやー、おもむろに大ゴロゴロ。これが仮面陣の今ね、ちょっとためが逆になっちゃったから、ダブルサマーがちょっと微妙に溜まってなかったとかあるのかな。いや、強気の重ねでしたね。普通にサマで切られてますけど。そうですね。さあ、ここでぬくぬくさん、ぬくぬくブランカ。さあ、でもまだね、まだ、うん、5人と4人。まあ、こっからっすよ。さあ、前捨てか、噛み合ってしまう。いや、仮面人さんの方は落ち着いてますね。先方バルログは確かに強い。確かに強いね、強い。かぶせが効かないから。そう。さあ、噛んで体力リード取って、さあ、抜かすな、手前ローリング髪。これ反応するの結構きっちりですよ。これ相当ね、さっきの津村さんの動きが効いてますよ、これ。わあ、開幕電撃ローリングに対しての回答ですか。これかかん歩き中爪。さあ、体力リードを取ったぬくぬく、心の平穏をね。うわー、雷、ここで対空になっている。これはかかんない、爪が取れたのでかかんがなくなってしまった。これ爪は取らせないと。さあ、バックステバックステ、あともう煮るなり焼くなり、ジャンプコバン、髪、電撃が効きましたね。いや、電撃がかなり良かったですね。相当効いてましたよ、うん、2、3回決まりましたからね。リターンがすごいありますからね、あの技は。電撃ってそんなにね、当たってるとこあんま見ないんですよ、うん。さあ、キヨン・オバイソン。さあ、ここはまあかぶせですよね、完全に。まあ、そうですね。さあ、ただぬくぬくさんでもこの振り蹴らせる。おー、ピヨンの、ピヨらせる、はいはいはいと、果敢もらうが十分。うわー、レア、完璧な、くぐらいから拾った。
これはバイソン側としてはちょっとびっくりでしょうね。びっくりしましたね。なんでピョンのみたいな。さあ今ためなかったんで果敢がなかった。そうですね。さあオーアートはさあうまいな。ぬくぬくブランコバックステップを器用に使っていく。さあキヨモバイソンどう崩すか。さあお互い逃げ回っている。ブランカ側が追う展開なんだ。あとリバラ、リバラうまい。さあここは一旦ガードで仕切り直す。おうおマジか。さあヘッド強気のヘッド。さあキヨモバイソンどういくか。お互い牽制の睨み合いですね。そうですね、今のところは。さあ時間もないぞ。さあとりあえず入って時間もないんでね。ああこれはタイムアップ。あのつかみはでかいね。あれで勝負決まりましたね、このラウンドは。そうですね。さあ次さあまたも同じ展開になりそう、うん、お互いね。さあリバーランで相打ち。おっとしっかりと。さあ投げに行く。投げに行く。さあグランド当たって。さあ噛んで噛み返す。さあこれはためがあるので。おっとおっとって出して 体力が逆転して中盤グランド。なんかあった。いやあの多分クレイジーですかね。そうだね、クレイジー。あ、溜まってねって思ったら噛まれてました。中盤グランドリーね、溜まったんだけど、ちょっと溜まってないかなって思っちゃったのか。プラス難しいとこっすよね。プラス投げ前でしたね今は。さあこれはガマチチウルトラマリオコニタマウルトラマリオ。さあ龍ですかね。まあさあ先ほどはネモブランカとやっておりますが、さあウルトラマリオさんは、まあ、とりあえず対応型の形ですかね。さあ波動を打たずに様子見、飛びを警戒している。さあブランカがあっという間に溜め足。さあ隙をついて体力モリッとリードして回して素晴らしい。いやー、寝た。あと何回数。さあこれこの投げはでかい。さあ龍はここからでもまだ弾もあるんで。そうですね、真空も持ってるんでどっかしらでぶち当たればわからない体力。さあゲージもゴー、うまい。ジャンプ中盤ですかね。ここで前ジャンプ台形が刺さる。さあぬくぬくいい感じですよ。中キックタイク。中キックタイク。七色の通常技使いますからね。通常技タイク。タイミング合えば強そうだね。さああとさあ波動。前捨てはしっかりとしゃがみ中盤で波動している。さあこれはバックステップローリング。レア技です。レア技。まあ暴発以外ないんですけど。そうね。さあ昇竜拳しっかりと中ボス。ウルトラマリオパンチ。マリオパンチがここで作説。さあマリオがね決まって代名詞。やっぱ自分の名前に入ってるんでね。ね、決めたいですよね。マリオパンチ。ウルトラだからね、しかもね。そうですね、いつもより減ったかもしれない。さあ大足決めて。さあ大勝利。大勝利マジで。男の大勝利。中ボス少し大。キャンセル効かず。さあこうなるとお互い気持ちなのか。お互い怖いですねこれ。うまい。完璧な流れ。空対空の魔術師。空対空で落として真空削り。さあぬくぬくさんがここで敗退し、次が誰行くんだ。フォークヤスケンさんか。ヤスケンの S フォークですね。ヤスケンさんですね。さあウルトラマリオに対してフォークで。さあフォーク側はやっぱ流線はしっかりとね勝っておきたいところ。しかも S フォークなんで判定強いですし火力も高いし。三角が強いんだこれが。さあっと殿下の宝刀ウルトラマリオパンチ。ウルトラマリオパンチです。
さあここはガード台風になってます。おお早い、シャガーダイ三角で潰したが三角強いね、やっぱ。あーと波動ダイヤシスカラキャン波動になってましたね。カラキャン波動になってますよね。さあしっかりと垂直をかなり混ぜて困惑させている、うん、さあヤスケンが1回ムーンしてピッピッ、さあ2回目あと1回かピッピッ、うわ おもむろに歩く台風ミスを、まあ、帳消しにするような、ね、決まればええよ、まあ、リカバリーがしっかりできてましたね。開幕垂直大パン、あれ、ね、チンパンの音するんですけど大パン、ね、大パンなんですよね、うん、ちょっとした小技バグなのかな、ちょっとしたバグあんまり気にしてないまあ確かにね。さあ決まるアントビから、はいはい、大パンが漏れてしまう。ただこの前はだいぶ竜きついと思うんですが、そうですね、バックジャンプでしのいでいる。さあうまく離した、ここのファイヤーはでかいんじゃないか。さあ四隅、さあアッパー対空で、さあどうするヤスケン、うわー真空波動、今歩き台風狙ったんですけどね、マリオさんがねさっきそれ食らったからと。結構ねあのバックジャンプとか垂直とか混ぜられてちょっと調子狂った感があります。そうだね、うん、なんか散らされうまくガードで散らされちゃってる感じが、やったことないタイプの竜だったかもしれないですね。さあここで猫丸ガイルということはまた津村さんが見れると。そうですね、津村残し、いやここで猫丸さんが全達する可能性もあります。いやそうですね、逆に津村さんが残ってることによって、うん、温存、みんなのびのびとできると、はい、さあうまいぞ猫丸、うまい、うまい竜巻に出して、あと竜巻、さあお互いいっぱい圏内になってしまう。大系立ち大系早い、しかもいや見てましたね、あの昇竜では反応しないですよねただ通常技対空が早すぎる、早いめっちゃ早出し、もうねあの場面だったらね一発当てれば勝てるっていう場面ではこう強いっすよ、やっぱ対空の精度が高いのか、しっかりね、うん、さあおにぎりジャンプ、さあバックジャンプこれ引っかかるがまあいいでしょう。さあチューチュー、あ呼んでいる、呼んでいる、当たんない。さあこれは落ち着いてリフトアップと、うん、さあ猫まで落ち着け、さあお互い様子見からのスタート、さあ落ち着いている、お互い落ち着いている、さあ前ジャンプ、前、そう前、前そばでしっかりと、怪しい、うわなんだそれなんだそれジャンプコパン、ジャンプコパン、まあ、暴発もあり得る。さあガンガン前に来る、さあ要所で鋭いサマ、えらいサマ待ち、さあ真空吐かせて、真空ない状態だったら先ほどの通りまだガイルガブがある。そうですね、さあソニック打ってでスホップステップジャンプが通らず、遠距離大キック。さあここで大将津村ホーク、もう一度見せてくれ、ウルトラマリオコニタマダルシムガマチチベガと残っています。リュウベガダルシム先ほどよりはまだマシかなっていうレベルですが、まあまあまあでもまあでもまあだよね、津村に課された重圧がでかいさあここで津村ホーク先ほどの輝きまた見せてくれるか。さあウルトラマリオジャンプ、さあ鳥かごモードきついぞ、ムーン、さあ一回入ってほうムーン、さあちょっと遅らせたコパン、さあバックジャンプしている、強っ、うわーマジで噛み合った減ったぞ、しかもあのマリオジャンプが早すぎましたね、そうですね、めっちゃ沖でしたね、そもそも沖マリオパンチがそもそも沖でした。さあ津村ホークが、さあショーパン、うわーおもむろに歩いてアントビからグーンと、ピッピッ、はいはい、うわーダブル台風、津村ホーク輝いている、これはね
いやこれすごいっすよ、やっぱりこの場面で大将でそうダブル台風決めるってかなりあっち側に精神的ダメージきますからね。きますよこれ、やばいってマジで。いややばい、普通無理だから普通あれだけ出せないんだ。ピカーンって引かれるのはすごいな。さあ小ニタマダルシム、さあ小ニタマダルシム、これはワンチャンですねホーク本当。そうだね、まあそもそも近づきづらいと。さあ開幕しっかりジャンプしている、何かに引っかかれば、引っかかれ、あと画面端がきついぞ。うわあ、読んでたが、読んでたがちょっとドラム缶に惑わされた感はある。確かにね、このステージがね。さあ手足を懸命に伸ばして、さあどうだ、こっからでもまだあるぞ。つむら、さあコニタマダルシム冷静、わあです、霊のせいであった、霊のせいです、焦らず。さあこれは、ウルツーゼリーチですね。さあ三角当たるが暴れている、これは我慢している。さあコニタマダルシム冷静、要所で我慢している、しっかりと果敢取って、ファイヤーも丁寧に、手足も丁寧に、引っ掛けるが投げ、あ投げ、あとああ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 あいろいろあったワンチャンしかなかった。いやいろいろありましたね。いやでも惜しかったっすね横浜チーム。いやさあルーザーズ勝ち上がりはシングル2勢、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、2位を4箇所に入れる、はいはい、入るだけです。はい、はいはい、セロテープ、そうだね、はい、まず2チームのくじ引きを行います。はい、はい、プロジェクト X いますか？いるね。くじ箱は、ここにあります。
はい。2位を貼るんだけど、2位の札がここに入ってる。はい。はい、大丈夫です。はい、お疲れ様です。ですね、とりあえず2位チームの、札を貼っていくんですけれども、くじを引くのは例によってこの人。まあでも2位が貼るだけだったらデスブロックとか何も関係ないからね。じゃあ A ブロックの愚痴会から、この人たちは選ばれる立場なんで、はい。2番、そして B ブロックのなんだっけ、レッドアリーマ、8番で、次は C ブロック、プロジェクト X、 ムテガイルのチームですね、コタガト。4番、さあそして残るは6番のたった今勝ち上がった新ウルツーゼということで、さあこれに対して1番から4番自由に決めていいというくじを、これはセロテープ関係なし。じゃあ勝ち上がったチーム、1位チーム代表、さあガムシャラジャパンの東郷さん、そしてく順番は君たちで決めてください。じゃんけんでもしてください。ガムシャラジャパンとリンカゲと大盛り上がり、あ、じゃあ MB 君、はい、あ、じゃない、ノーノーバイソンか。さあ残り物には服があるかもしれない、ゆうべが。あ、じゃあこれ順番関係ないな。あ、引く順番、引く順番ですからね、はい。じゃあ第1回選択希望選手、闘魂ハイパー、見せないように。じゃあ次紫くん、見せないようにお願いします。さあそして大盛り上がりの MB、 別にティッシュ箱の横に隠してないよ。で残り物のゆうべがさん、はい。ということで全員じゃあ並んで一斉に、あ、早い。じゃあ1番の人、お、残り物には服があった。さあ好きな場所選んでください。はい、1番の、じゃあこれは、はい、はい、4箇所どこでも貼れます。残りチームのなども考慮しつつ全然貼ってきますので、よろしくお願いします。シングルツーゼか、レッドアリーマーか、愚痴会か、プロジェクト X か、はい、どれを選ぶでしょうか。ゲーセン SDGs の、チームメイトが集まってますと。どこどこ、さあ、はい、5番右上入りました。新ウルツーゼを狙いました。はい、じゃあカードください。カード
今あの1番のカード誰が持ってるかな。あ、はいはい、じゃあ2番のカードいきましょうかね。じゃあ、2番のカードを引いた人はさあ闘魂ということは、ガムシャラジャパンの闘魂、ガムジャパン、はい、残り3箇所好きな場所貼ります。グッチカイかレッドアリーマーかプロジェクト X、 どれも強いよ。めんどだいぶめんどくさそうですね。ただこのチームはダルシム2枚持ってるんで、あ、なるほど、まあ飛び道具キャラ相手には強いチームです。でゲーセン SDGs を外すかどうか、さすがにここは迷って大丈夫です。はい、ゆっくり選んでください。プロジェクト X はダルシムにとっては勝ちキャラだらけなんですけど、まあどうでしょうね。グッチ界の S ホーク2体は多分嫌がるでしょうんで、あそこは多分1番には入らないと思います。さあ2箇所で悩んでいるようです。多分左上は論外だと思ってね、行かないはずなんですよね。多分みんなが嫌がってます、あそこ。まあ、S ホーク2枚はねえ。っていう。完全に取り戻されるんで。さあどうする、早く決めないと他の人間に権利移っちゃうよ。さあまとまりそうかな。はい、じゃああれですね、はい、7番いきました。レッドアニマに貼りにいきました。 B ブロックで勝って上がったチーム相手にしましたね。はい、はい、それではいきましょう。3番のカード、3番のカードを引いたのは大盛り上がり。ただいま、さあこれ D ブロック、 B ブロック勝ち上がった大盛り上がりですが、2択きつっ。さあしかしこノーノーバイソンは小高商店キラーと言われている。え、あ、上行く、 上ですか、上行っちゃった。さあ大盛り上がり左上、 S ホーク2体のところ突っ込んでった。ということは、ということは自然的に4番のカード、はいはい、リンカケがプロジェクト X とです。プロジェクト X とリンカケ ×5 決戦編ですね。はい、それではちょっと僕の方が近くて読めるので、カメラちょっとずつ寄ってってください。左上からいきます。大盛り上がり VS グッチ会、これ必ず1位と2位が当たるようなトーナメントになってますので、後で写真でツイートもしますのでそちらもご確認ください。左上が大盛り上がり VS グッチ会、そして左下輪掛け ×5 決戦編 VS プロジェクト X、右側行きましてゲーセン SDGs VS 新ウルツーゼ、最後右下がガムシャラジャパン VS レッドアリーマー。以上8チーム、これより決勝トーナメントを行います。